はい、猫舌ショールーム GO の部屋、本日のゲストはどなたですか？東京色相堂の椎名です。はい、どうも。え、すごい。はじめましてです。はじめましてです。いろいろね、つながりは深いのかどうかわかんないですけど、うん、あの細々と DM でのみつながってきてTwitter のようやく会えましたね。会えました。はいはいはい。ずっと DM だけだったから。そう、 DM だけの関係だったのが、うん、ようやくねここに呼べるぐらいの知名度にやっとなってきて。だってもうずっと言ってたから、出たい出たい、出せ出せってすごい言ってましたよね。ずっと出せって言ってました。去年ぐらいの段階からゴーの部屋なんで呼ばないんだぐらいの。でもなんでだろうみたいな。でもそれはね、うん、まだ知名度が足りなかった。はいはい。一から説明しましょう。椎名ちゃんとは何者なのかというね。イエーイ。はい、多分最初に知られたのが僕の DM だったんですよね。うん、ルナルナ。はいはい。これもまた説明しますと、僕がちょうど多分ラストアイドルで炎上した頃ですかね。あの頃に吉田豪の抗議 DM がすごい増えた時期があって、高校生とかが死ねみたいな DM を大量に送ってきて、うん、でそのうちになんかその高校生が人生相談してきたりとか、うんうん、いろんなパターンが増えてきて、で出せるやつをちょっとずつスクショで晒したりとかして面白がってたら、おかしな DM が増えてきて、だんだんなんかいろんなメモとかしだす人が増え始め、すごいめっちゃメモした。吉田豪メモシステムブームが来て、でメモシステムを始めた人に近いんですよ、うん、シーナ。あの当時の DM 残ってますけど、うん、最初の DM が洗濯物 OK 取り込むの忘れないことですからね。あれがね、そう、なんかあと4月3日 51.3kg とかね、体重まで送ってたの。やばそう、うん、今日は15時から17時まで風が強いとかね。やば、生理来たお腹痛い、マジテンション下がるとかやば。最初がこの辺ですね。この辺からだんだん生理報告がずっと続くようになって、うん、そうそう、からなんとなくのやり取りが始まりっていうね、うんうん、猫預かってくださいとか言って、うん、全然預かってもいいんですけどね本日うんこ出ずとかの報告もありましたよ。いやだそう、出る、土曜日出る恥ずかしい、こんな送ってたんだ。何だったんですかこれは。え、なんかね、 DM する人が吉田豪しかいなかった。そんな時期があったんですいや、いなかった、はい、え、でもなんか粗大ゴミとかの番号もなんかメモしてた気がする。すごいメモ機能に吉田豪さんめっちゃ使ってました、うん、そうそう。で、大丈夫そうなんじゃないやつは名前とか隠してあげたりとかしてて、うん、あの生理云々はさすがにプライバシーの問題があるから、多分誰かっていう部分は隠してあげたら、うん、あのそれを喜んでなんか拾ってこれ私私みたいなことやってたからあ、この人はこういうの大丈夫なんだ、大丈夫ですよみたいなところから始まった関係ですね。でこの人何なんだみたいな感じでやってたら、まあ、あの時点ではまだバンドやってないんでしょ。え、わかんない、やってたのかな、わかんないです、わかんないわかんない。なんか行動力はすごいある人で、うん、なんとなくこの辺の横のつながりとかにもつながっていって、そうですね、で、オキテポリシェのスナック営業に乗り込んでったりとかいや、あれ好きだから言ってたんですけど ね、なんとなくオキテさんとそれでつながって仲良くなったりとか。うん、オキテさんを受けるから好き。で、多分最初のインタビューオキテさんがやってるわけですよね。そう、すごくないですか。でもあれはもう本当に黒歴史で、うん、もうなんかもうなかったことにしたいです話してる内容がやばいんですか。はい、やばい。どんな話をしたんですか。どんな話したんだろう、なんかよくわかんないけど、もう葬りたいですね。読みました読んではいない読んでないですか。え、なんか、うん、普通に元彼の話とか、うん、なんか全然バンドの話しなかったし、なんか一応メンバーで行ってんですよね。メンバーで行きました、うん、私しか話さないみたいななんかいつもバンドメンバー置き物状態でだから私しか話さないんです。で、大体やばい話をして、うん、だからもうあれはちょっと葬りたかった。ガムテープ吉田子のルナルナの話から始まってみたいなやつですよね、うん、はいはいそうそうそう足立区、うん、とかからね、うん、なんとなくでいろんな過去も分かってきたりとかして、うん、そうなんですよね。全然知らなかったんですよね。アイドル経験者だとかも知らなくて。いや、もうほんとやめてくださいよ掘りますよ今日はうーん、地下アイドルやってたんですよね。でもあれライブ一回も出てないんです。そうなんですか、うん、なんか、うん、なんか某メンバーにいじめられて、うん、某メンバーにいじめられて、いじめられるようなタイプなんですか。なんかその頃は気が弱かったから。その頃は気が弱かった。うん。はいはい。
ほんと、うん、さあ、なんか財布がみんななくなってメンバーのどんどんと地下アイドルあるあるですよねで、なんか私だけ意外と盗難がある、そう、なくならなくて財布が、うん、なんかその某メンバーが私のせいにしてきてみたいな、うん、吉田豪さんのお気に入りの、あの余計なこと言わないでください特定されないように僕は一切拾わないでいこうとしてないなんかめっちゃ私のせいにされてすごい嫌だったからまあね、盗みそうな人がやったぞって感じを出すために、うん、そこだけ手をつけず、うん、でもなんかリナハムだけ信じてくれた、言っちゃった、うん、言っちゃったリナハムも当時いたんですよね、そう、すごいあの子性格めっちゃいい、うん、珍しく、まあ、言える範囲で言うと、うん、ね、あやまは戦闘はちゃめちゃハイスクールというね、そう、僕と交流になったグループがありまして、それの前身グループ、そうです、ね、違う名前だった時に、あ、違う名前だったんだっけ、多分まだめちゃハイじゃなかったんですね、あ、地名でしたね、うん、あのなんかね、うん、そう、うん、でその時に、うん、あのね、現在ね、うん、あのサイバーで成功しているリナハムも、うん、当時ビス辞めた後ですかね、そうです、ビス辞めた後すぐ、うん、うんうん、そうですね、そこになぜか椎名ちゃんも紛れ込んでたけども、そうです、活動はしていない、なんか、あ、なんかアメブロあったじゃないですか当時、うん、アメブロでリナハムからなんか連絡来てみたいな、うん、やろうみたいな、そこでなんかアメブロなんで誘われるぐらいのつながりだったんですか、なんか私がアメブロ鬼更新してたから なんか面白いやつみたいな、うん、なんかずっと更新してそれをリナハムが見てみたいな、当時はだってどんなこと書いてたんですかアメブロ、なんかJK 最高みたいなギャルのやつなんか今日も一覧でみたいな、みんなで放課後食べ行きましたみたいな、ばっかり更新してましたね、今のブログとか結構好きなんですよ、嘘、意外、いい文章を書く人だと思ってて、うん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 、あの叙情的な感じの、うんうんうん、でもああいうとこに出てくるような、なんだろう、バイオレント感というかヤンキー感とか当時から出てたんですか、当時で隠してた、いやでも当時は、あーでもなんかどっちだろう、なんかコロコロ変わってましたね、なんかこの時はアイドルが好きだからみたいな、うん、アイドルっぽい髪型して、この時はギャルの友達いっぱいいるからギャルみたいな格好してみたいな、うん、だから言ってることもコロコロ変わってた気がするで、まあそれを面白がってもらえて、そう、でもアイドルはどうなんですか、向いてるそうなっていうか、やれそうだと思ってたのか、もう無理だと思いました、なんか無理だなって、うん、なんかちょっと合わないみたいな、だから速攻やめましたでも、その疑われたままやめたんですか結局、うん、いや、なんかリナハムは信じてくれたからいいやと思って、うん、なんかね、踏んでないし、もういいやみたいな、その後でも、もうちょっとアイドルっぽい活動してたんですよね、これは言っていいやつ、いや、してないです、私は、なんか、どっかのメンバー、元メンバーとなんか、二人で、違うよ、違うの、あつきちゃんでしょ、あの AKB48 の、うん、そうそうそう、あの、あれは、うん、秋葉で、うん、一回だけなんかさ、なんか催し物なんか催し物なんかわかんないけど、一回だけおふざけでやったみたいなやつです、うんうん、元48の人とやったりもしていた、うん、あ、一回だけ、ほんとすごいもう親友だったんですよ、うん、あ、今でも仲いいです、うん、結婚しちゃったんですよ、う、全然知らないから、多分その人48誰でしたっけ、石黒あつきちゃんです、うん、9期生の、うん、向こうはいいんですよね、なんかね、そういうのを DM で当時聞いてた気がしますね、ダメよ、うん、人のお金を取ったりすることは本当にダメとかねそういう DM がでも、ね、なんかこういう DM が、うん、あ、お金求められた、うん、確かに事務所辞めるとき、うんうん、アイドル時代、うん、うん、ダメですねでも、なんか辞めた後に、うん、やっぱり椎名ちゃん盗んでなかったんだねっていうのが分かったから、いろいろ通して、うん、分かります言ってること、真犯人が分かったってことですか、うん、真犯人がいろいろ働いたりしたから、うん、分かったから、うん、でもそれでいいかなみたいな、うん、なんかリノハム未だに連絡してくれますよ、あの来ないみたいなライブ、うん、めっちゃ優しいんだった、だって私だったら絶対シャットダウン、あ、シャットアウトしますけどね、うん、関係性、うん、すごいなと思って、ちゃんとね、うん、あの無実も信じてくれた上に、うん、うん、ごお気に入りの女の子あの余計なこと言わないでくださいよ本当に、あの、うん、僕は犯人特定されないように、うん、されないように話してるんで、うん、はい、で、でそんな状態で、うん、バンドはいつから始まったんですか、去年、うん、去年かな、うん、去年の4月、うん、で多分 DM 始めた時には始まってはいたんだ、
なんとなく始まってはいたんだと思う。始まりたてぐらいの時ですね。すごいですね、1年半ぐらいでなんとかあのタワレコの1階に展開されるレベルになったんだ、うん、びっくりしちゃった、うん、知らなかったから、うん、そうですね、うん、びっくりしました、うん、1年半でねね、びっくりする。だからタワレコとかで自分の曲が流れてると、うん、本当にいいのかなとか思ったり、うんうん、郷さん青春パンク好きなの？僕ね、青春パンクと呼ばれるバンドはね、ほぼ嫌いだったので、うん、正直ほぼ苦手でした。ね、嫌いそう、うん。でもまあちょっと銀杏というか、ゴイステは多少別な枠だなと思って。あ、そうなんですか。うん、なんでだろう、うん。エモいから。なんだろうね、あのちょっとニルバーナに近いぐらいのギリギリで生きてる感じ。あのがして。うんうんプラスちょっと接点ができた時に、うん、あこの人たち本当にやばいっていうのが分かって、うーん、なんか嬉しい。吉田剛さんがねあのなめてかかれないっていう、うん、銀杏になってからイベントで多分10年ぐらい前なのかな、いつだろう、一回イベントで一緒になって、ロフトプラスワンかな、嘘、仕事も何回かしてるよ。え、嘘でしょ。本当に。え、じゃあ湊斗と会ったことあるんですか。普通に会ったよ。やばー、二人で帰ったりしてよ。え、いやマジ、うん、やばー、絶対湊斗に今日のこと知らせたい。え、やばい、出待ちしよう。うん、やばい。そう、銀杏やっぱすごいなと思ったことがあって、やっぱ10年以上前だ、そうだ、ロフトプラスワンで一緒になった時に、なんか面白い映像イベントみたいな感じで、うん、で峰田君が映像を持ってきたのね、自分の、うんうんうん、正直舐めてたのよ、どうせ大したことねえんだろうと思ったら、うん、あのツアー中にあのメンバーと同じ宿に泊まって、であのメンバーの尻にあの入れようとするやつ、あのっていうガチな映像を流されてあのこいつらやばいってやばいですよね、なんかおしっこかけ合ったりしてましたよね。そう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 、昔、うん、あの全然青春じゃなかった、ね、全然スカトロ異常なんですよね。あのその後ちょっと話した時も、うん、インタビュー一回してるわ、対談だ。え、してんですか。松田龍平との対談。え、ほろほろほろ、そうそうそう、あの映画の絡みだ。あ、なんだろう、ボイズオンザラン、あー、あれかの絡みで二人の対談やって、ね、やってるんだ。そう、の時も言ってたけど、元メンバー、つかメンバーが結婚したっていうことの変なジェラシーの話とかが完全に頭がしくて、うん、でも分かりますけど、結婚式も行かなくて、うん、あのお祝いの映像も頼まれたけど、そんなやるかみたいな。え、分かる分かる、基本全てがジェラシーみたいな。ジェラシーですよ分かるんだそれ。え、分かる、絶対バンドメンバーのなんか、うん、私歌詞でも言ってますけど歌で、うん、バンドなんか殺したいとか言ってますから、ね、彼氏バンドメンバーの彼氏、嫉妬心すごい強い人ですよね。え、強い強いです、絶対やだ、うん、なんか奈緒ちゃんの彼氏は、奈緒ちゃんの彼氏は許せるみたいな。奈緒ちゃんはあのメンバー何担当ですか。あ、奈緒ちゃんはドラムの奈緒ちゃん、はい、ドラムの奈緒ちゃん、え、言っていいか分かんないんですけど、はい、彼氏いるか、はい、え、でもまあなんか奈緒ちゃんの彼氏超かっこいい、言ってんじゃないですか普通になんか性格いいしめっちゃかっこいいから、うん、そこは許す。なんか人間性の問題なんですかね。え、人間、なんかしかもなんか私のファンっぽくて、うん、なんか私のファンだから許すの、うん、なんか多分私のファンなんですよね、なんか奈緒ちゃんの彼氏、はいはい、うん、なんかロンティーとか私の顔のがプリントされてるロンティーと か、うん、なんか買ってて、うん、あ、この人うちのこと好きなんだなと思って、うん、なんかこいついいなと思ったから許す、許す、他は許さない、許さない奈緒ちゃん誰って来てますけど、奈緒ちゃん誰って来てますよ。奈緒ちゃんドラムです。え、ドラムの、あ、奈緒ちゃんめっちゃ歌うまい、そう、うん、私よりめっちゃ歌うまくて、ドラムの奈緒ちゃん、なんかもう変えた方がいいんじゃないかみたいな、ボーカル、うん、言われてんだ、うん、それは悔しくないの。え、別にあんまなんか最初はマジで嫌だから、うん、なんかそうやって自分が歌う配信とかやめてほしいと思ってたんですけど、うん、で歌が上手すぎて、うん、もうなんかそれ聞いてるだけでよく、なんか心が良くなるから、なんか全然今なんとも思わないですね、うん、基本短気な人じゃないですか。私めっちゃ短気です。ですよね、うん、ツイッター上で何度もトラブル起こしてるじゃないですかうん、え、起こしたくないんだけどな、ね、うん、凍結騒ぎを起こしたりしてるわけじゃないですか。うんうんなんか、いや別に私悪くないんですけどね。そうなんですか言っちゃいけないフレーズを使ったんじゃないですか。なんかちょっとまずいフレーズは使っちゃったけど、でも、うん、私が先なんか問題起こしたわけじゃなくて、向こうが種だったから、うん、悪くないと思ってます。殺害宣告的なフレーズを入れちゃうとね。そう、だなんかだからこれ最近は、うん、なんかツイッターでなんか反論する前に、うん、ツイッタールール、契約全部読んで、おから、ちゃんとしてる
なんか、禁句とか、禁句ワードとか、うん、これをやってはいけないと全部契約みたいに読んでから反論してます、うん、もう凍結されないぞと思って。まあね、一、うん、回やらかしてからね。そう、結構へこんでましたもんね。めっちゃへこんだ、あれめっちゃ嫌だったな。面白かったし、あのツイッター本社行って掃除してるの あれはね、あれはいやもうほんと許せなくて、うん、ツイッター社、うん、なんか基地が扱いされちゃう。あ、もうダメですよ。あの頭のおかしい人、頭が愉快な人の、ね、愉快な人のなんか扱いされちゃって、うん、なんかとなんか入れてくんなかったんですよ、会社に。当たり前ですよ。あの凍結された人が次々とツイッター社に来たら、ツイッター社が困るわけですよ。入れてくん、凍結されるような厄介な人が次々会社に来るわけで。え、そう、だから入れてくんなくて、うん、なんか電話対応みたいな、会社のその、うん、インフォメーションのところで電話対応 で、はいはい、でその電話もちょっとなんかドン引きされてるみたいな感じ、うん、ちょっとや悲しかった。それで肝心の椎名ちゃんからひらがなの椎名ちゃんになって、あ、そうです、新アカウントになったわけですよね。そう、名前なんか牛島いい肉さんがすごいもう長文で、うん、こうしたら凍結されないよみたいな、うん、もう経験者だからね、経験者だからすごいいっぱい教えてくれて、うん、それで解決しました。再びフォローし直してたのすごい、うん、ね、フォロワー数結構集めてたのかね、それでリセットされて、うん、そうですね、うん、だからもう一回なんかそうフォロー返してるんですけど、それはね、うん、大森聖子さんの真似、うん、大森さんの真似真似フォローされたらフォローし返すとかエゴさして、うん、なんか名前書いてたら、うん、自分の名前返したらフォローするみたいな、うん、そこは真似、あんまり人のことを認めない人だけど、うん、認めたらものすごい全面的に認める人ですよね。大好き大好き。基本ライバル心とかすごいある人じゃないですか。うん、基本認めないです人のこと、うん、なんか普通ライブの楽屋とかで話しかけられたらキレるぐらいになれば、うん、なんかもう話しかけるぐらいいいじゃないですか。ですなんかふんってしちゃう。なんか最近もつぶやいてましたよね。そう、あの対バンとかで仲良くなるのが嫌いみたいな。うん、嫌です。なんか、うん、なんか嫌じゃないですか。いいですか。なんで。え、なんか慣れ合ってるみたいです。すごい私はなんか見てて嫌だったから、バンドマンが仲良くしてんの、うん、すごい劣等感湧いたから、うん、なんか私は仲良くしないようにしてるんですけど、うん、でも好きな、本当に好きな人とは仲良くして。要するに、なんだろうな、ちゃんとライバルという意識をなくしたくないというか。え、そう、ライバルとか敵というか、敵というか、うん、え、なんかそう、この音楽いいんですよみたいなのをあんまり進めたくない、うんうん、お前らとまだ仲間ではないっていう気持ちそういう強い意志がでも大森さんは大好き。そう、え、でも大森さんも最初、うん、あの私ダメで、うん、なんかもうほんと最高の人じゃないですか、あの人って、うん、もう女というか神じゃないですか、うん、全部やりたいことやってて、うん、才能あって、うん、色白くて、色白くて肌綺麗で顔可愛くてみたいなで、大森さんもね、ビジュアルのコンプレックスはものすごい、いやでも普通のめちゃめちゃ綺麗じゃないですか。努力して相当そうね、なレベルまでが持ってて、いやめっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いで、なんか、うん、なんかミネタとやっててライブ、もうその時も私も絶対許さないと思って、うん、もう何なのみたいな、ミネタさんの隣行かないでみたいな絶対ミネタさんと話さないでぐらいまで、うん、もう超ジェラシー湧いてて、うん、でその大森さんのライブを最前列で見てたんですよ、うん、あの次ミネタだったから、はいはいはい、最前管理してて、うん、この野郎と思いながらこの野郎と思いながら見てたら、うん、もう曲聴いて、うん、もうライブ5分ぐらいでもう大好きみたいな、うん、最前で見て、そう、神じゃんみたいな何これみたいな、色白すぎみたいなそこえ、曲もめっちゃいいけど、うん、なんかあんなに肌が綺麗な人見たことないみたいな、うん、へー、そこなんだ、うん、で、なんかその時付き合ってた人とめちゃくちゃ喧嘩したんですよ、うん、それで、なんかその人もライブ見てて、うん、いや、大森さんめっちゃ可愛かったねみたいなこと言われて、うん、みたいな、え、なんか大森さん意見同じだけでしょ。え、でも意見同じでも嫌だったから、なんかお前が言うなってお前が言うなよみたいなお前は私だけ見てろっていう、そうだからすごかったなと、まあ、あの時からめっちゃ大好きになって、すでに生誕祭も行きましたもん、うん、へえ、その後すごいですね、そこまで敵意しかなかったような人に、うん、もうそんな、そこまで引っ張り返るっていう気持ちを超越してみたいな、うん、で次の日とかはもう全部アルバム入手しに行って、うん、万引きじゃないですよね。万引きじゃない万引きじゃないけど万引きじゃないけど、そう、うん、そうそう、めっちゃ、うん、全部それぐらい、まあ、ミネタくんが全てな感じな、え、ミネタが全て、うん、ミネタが全て、まあね、音楽的にも完全にね、その辺で影響は強いなっていうのを伝えます、うん、まあ、それ恥ずかしいんですよね。そうなんですか、うん、照れるんだ、そこは照れる、照れる照れるミネタくんは本当に、なんだろうな、好印象
なんですよ僕も。なんで？その松田龍平との対談の時とかも本当にどうしようもない話しかしないんですよ。かわいい。グラドル的な話、な握手会、アイドルの握手会がいかにやばいかみたいな話を松田龍平をずっと誘うんですよ。龍平君も今度行こうよ、AKB の握手会みたいな。松田龍平が困る感じとか。うんうんうん、なんか言ってましたね、石井系ハマってましたよね、アイドル。なんかグラドルとかね。うん、グラドル好き。そう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 。うん、好き。その辺のなんかどうしようもない部分も含めて、信用はできる人だなっていう印象です。毎回出待ちしてますよ。お、今でも。今でも終電までしてる。うん、大森さんとかの時代はそれこそメール開放してて。うん、みんなとやり取りとかしてたとかの話あるじゃないですか、うんうんうん、今ってああいうのシステムあるんですか？なんかインスタの DM は一応あるみたいですね。うん、でもそれはやってない。なんか一方的に送る時もある。あ、送ってはいいんですね。大好きだから。あ、でも最近なんかバンドやってから送らなくなったんですよ、うん、へ、そう、一方的に。なんだろう、ちょっと同じ位置まで来たぞみたいな。なんか、うん、なんかみんなと認めさせてみたいな気持ちがあって、うん、なんか送らないようにしてます。昔はすごいもうずっと送ってたけど、僕と違うわけですよね。あの生理来たとかじゃないですよね。もう全然違いますよ。そんなもう大好きみたいな、超ラブみたいなのを送ってて、うん、でも今はもう送らないようにしてる、うんうん、それはいつか対バンできるぐらいまで行きたいみたいな。見えたと対バンしたくないです。恥ずかしくて照れて歌えなくなっちゃう。無理なんだ、うん、何がしたいの？なんデートデート 対談とかはいいの？うん、対談とかもなんか話せなくなっちゃう、うん、無理、うん、なん出待ちでもあんまり話せないです、うん、なんかちょっとこのモジ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 して、うん、なんか、うん、好きみたいな感じだから、だからなんか対談とかやりたくないかな、うん、なんかさ、ほんとその日歌えなくなっちゃう、ギターも弾けなくなっちゃう。いつもの椎名ちゃんじゃいられなくなっちゃうってことですよね、うん、多分もっと乙女モードになっちゃう、うん、ずっとびっこしてる乙女椎名ちゃん可愛い乙女っていうね、うん、そうか、相当な思い出ですよね。いや、もう本当大好きです。それぐらい何かにハマったこととかあったんですか？あ、AKB。AKB そんなハマってたんだ。めっちゃハマってました。へー。めっちゃハマってた。いくつぐらい、いくつつか何年ぐらい？いや、中学校のちょうど時期で言うと何？中2、3？ちょうど9期生が全盛期だったこと。わかんないですよ。僕実はその辺の知識すごい薄くて。AKB の9期全盛期っていつ？なんて言えばいいの？だから前田敦子とかが本当にもうナンバーワンだった時代。はいはいはい。にめっちゃ。神セブンがや。そう。君にした時代。うん。奥間奈美ちゃんだっけ？なんか いた子。本当に僕その辺の知識が薄くて。なんかすごい、なんかなんだろう。お父さんは AKB はほぼ知らない。そうなんですよ。あ、ほら、横山由依知ってるでしょ。それわかりますよ。その子がまだ研究生だった頃です。へぇ、正規面というか研究生だった頃、うん、めっちゃハマってましたね。何年だろう、9年、10年ぐらいの。あ、そんぐらいですかね、うん、なんかめっちゃもう超ハマって、うん、アルバムめっちゃ買ってました。お、行ったりはしてたんですか？行ってました、握手会とかに。へぇ、めっちゃ行ってました、うん、なんか親に心配されてた、うん。グラビア雑誌わざわざ AKB 見たいがために買ってて、うん、なんか親にすごい心配されてます。その頃はギャルだったんですか？その頃、まあ、なんか髪の毛はなんかオレンジだった頃とかありましたね、うんうん、で近いアイドルでやってみたいなみたいな気持ちも湧いたりしてきたんですか、うん、AKB とか見てるうちにで、だからなんか近いのをやろうと思ってやったわけじゃない誘われただけですよね。なんかノリでやった人生経験、人生経験。今とかね、アイドルと間違えられると消える人じゃないですか、うん、すごく、うん、アイドルイベントのオファーとか来ると消える人。ぶち切れますよ、ほんと、うん、2分で連絡しますよ、出ませんってふざけんな、うん、なんかアイドル枠に入れんなよと思って。あのイベントと喧嘩とかよくする人って印象ですよ、僕。え、2回しかないですよ。2回しかない。しかも私2回とも悪くない。うんなんかめっちゃ悪くないって言いまくるけどえ、でも悪くないんですよ。どんなことがあったんでしたっけ最初は、うん、去年の9月かな、9月に、うん、なんかイベンターが、うん、なんか絶対私がやりたくないと思ってた、う
バンドをぶっこんできて、まあ、あえて名前を隠しておきますけどね、うん、乱入とか言ってそこそこ知名度のある女の子がボーカルやってるようなグループを、まあ、ワコンデさんの余計なこと言わないでいいよなぜかで、ね、なんかやりたくないって言ってこ の,、はいはい、このメンツどうですかって言われて、うん、いや私この人いるんだってやんないですみたいな感じで、うん、最初からちょっと NG 出してたんですよ。じゃあその子抜きでみたいな感じでイベントが進んでたのに、うん、その子を飛び入りという形でライブ終了後に入れる形にした、うん、それで怒ったっていうね、うんうん、あの真っ当ですねそこはね。え怒る。しかも値段が違かったのがだったんだよね値段が違うって言うと、だ例えばうちらの見に来てた人は2000円で、うん、で乱入してきた人見に来た人は600円みたいな、うん、なるほど。え結構やばくない。それはイベントが終わった後で入ればってことなの、それとも普通に見れちゃったの。それえ普通に見れてる、へえ。だから私はそれにも納得いかなかったからみたいな、うん、ふざけんなみたいなね、うん、別になんかさうちだけだ、うちだけが被害者だったらいいんだけど、うん、なんかね値段変わってんなちょっとやばいっしょと思って、うん、その後イベントは胸ぐらつかんで怒鳴り散らした、さっきまでなんだろう、地下アイドル時代は疑われてもね喧嘩できないぐらいまだ当時弱かったとかしてたわけじゃないですか。え成長しました。しそいや急激にしすぎですよえいやでもなんかそのなんか短期間でオラオラの彼氏とかと付き合ってめっちゃ成長しましたね。その短期間でそういうようなキャリアを積んだんですか、うん、短期間でその根性させられたりとかしてたわけですか。あそれは根性された中学生だから。中学生、うん、だその頃からまあ強かった。中学時代にからヤンキーとかと付き合って。ヤンキーじゃないです。ヤンキーじゃないの。あアイドルオタだっけ。あそう、あの有名な厄介オタだっけ。え有名な厄介オタです、うん、有名な厄介オタと恋愛してた時になぜか根性焼きをさせられてた。私根性焼きのスタンプラリーなんでだったんでしたっけ。なんか7つ集めたら結婚してくれるって言ったから。そんなホフトの剣みたいなシステムなんですよねなんか私やるよ。結婚したかったから7つ根性焼きしなきゃだなと思って、うん、そう根性焼きしたんですけど結婚してくれなかった。当たり前ですよ。根性焼きは7個ついてる女と結婚するかって言われたら多分みんななかなかしないと思いますよ。ふけんなそうだからしてくれませんでしたね、うん、はいはいはい。それが中学。中学校ですね、うん、中学。基本男が悪いんですか。悪かったけど、うん、めっちゃいい。今はいいんだ。うん、なんか見極められるようになったんですかね、この年の。それまでは結構 DV だったり、ヤンキーだったりするようなパターン。そう、めっちゃやばい。もうなんかみんなに分かれた方がいいよみたいな、うん、でもなんか思ったんですけど、うん、女友達が分かれた方がいいよって言う人、うん、絶対分かれた方がいいんですよ。うんまあ、そりゃそうだ。もうこれは絶対だから、うん、もう何があっても女友達に相談するのは絶対だと思う。でも基本あの相談して別れた方がいいって言われても分かれないじゃないですか。分かる分かる。あの反対されればされるほど燃え上がるパターンってあるじゃないですか。まあ障害が多い方がそうそうそう、なんかグッとくるんですかね。なんかロミューとジュリエット方式っていうかそうなんかやっぱこうさ、うん、グラグラするのが楽しいみたいな、うん、そうそう結局刺激に慣れちゃうんですよね、うん、刺激がないと物足りなくなっちゃ う, そう刺激最高刺激最高刺激最高でもね恋愛で刺激求めるの絶対良くないんですよ。あそうなんです。絶対バイオレントの方に行くじゃないですか、うん、確かに DV あの暴力、うん、その後愛みたいなうんうんうん、うん、メリハリがないと恋愛がピリッと来ないみたいな、うんここになっちゃうと絶対に良くない。いやたまに投げられるぐらいがいいじゃないですか。なんで？わかんないけどなんか絶対良くないよ。なんか 目が覚めるみたいななんかちょうどいいのかなとか思って。ちょうどいいぐらいちょうどいい。殴り返すんですかそういう時？あめっちゃ殴り私めっちゃやり返しますよ。うん、なんか やり返してなんかベランダからなんか落ちるふりとかする。何それ？なんか私なんかすごいそういうふりをする人でなんか構ってほしくて。構ってほしくてベランダから落ちるふりをする。うん何ですよジョニーオクラみたいなな, んかもう喧嘩するじゃないですか、はいはい、で喧嘩したら、うん、なんかベランダ行って、うん、なんかそこのベランダからハンガーとか落として、うん、物が落ちた、うん、人が落ちたなんかそういう風にして、うん、なんか構ってほしいなんか駆けつけてほしい、うん、さっきまで殴られてたんですよね構ってほしいみたいな。それでなんとかなるんですか。ちょっと心配してくれるから。でも心配してハンガーが落ちてるだけだと思ったらもう一回パンチかぶるんですか。いやまあ確かにそうなんかまあなんだよみたいな、うん、感じだけど、うん、まあなんかそこも可愛いかなみたいな。可愛いんだ可愛いかなと思ってやってるけど一番厄介だった彼氏はどんなんだったんですか。みんな厄介だったかな。
そうなんだ。なんかキモいなって思ったのが、うん、なんかロッカーの鍵くれて、コインロッカーの、うん、開けたらぬいぐるみ入ってた。なんかでもちょっとファンシーじゃないですか。え、キモくないですか。前ドン引きしたんだけど。DV より全然いいですよ。可愛い話じゃないですか、ただの。ドン引きなんだそれ、うん、気持ち悪い、うん、考えらんない、うん、なんかダニ湧くし、ぬいぐるみいらないと思う。ぬいぐるみ嫌いなんですか。ぬいぐるみめっちゃ捨てます、もらっても。あ、なんかダニ湧くし、捨てる。ダニ枠からいらないみたいな。何でもダニ枠んじゃないですかね。でもぬいぐるみはダニの巣窟だから、うんうん、クッションだのなんだの大体そうじゃないですかね。ぬいぐるみに限らず。確かに。でもぬいぐるみが一番許せない。うん、やだ。やだ。うん。ね、あそこね。ぬいぐるみあげただけでそんなに気持ち悪がられるとは彼氏も思ってないと思うんですけど。持ってないや。絶対ね、殴るよりこっちの方がいいはずだと思ってやってるはずですよ。そうじゃないんですね。確かに。うん。へえ、はいはい。めっちゃ捨てます。でもいつぐらいから殴り返せるようになったんですか。いつぐらいか、中学生ぐらい、中3ぐらいから。中3ぐらい、早いですね。、うん、早いですかね。早いですよ。早いかな。なんかでも足立区だったからすごい過酷な状況で暮らしてて、うん、だから足立区はどんな感じなんですか。なんか怠慢トーナメントで、なんかユッキーナが流行っちゃった時代で、ユッキーナが流行っちゃった。そうで、それでみんなが地元なんか地元じゃないですか、ユッキーナ、亀有、はいはい、水元とかあの辺で、はいはい、足立区近いし、それでなんかユッキーナ流行っちゃったから、みんなユッキーナの真似するようになったんですよ。タイマントーナメントみたいな。ちょっと一旦リセットして、最近のユッキーナの騒動どう思ってますね。まあユッキーナだなみたいな。ですよね。僕もそんな一言ですよ。なんかユッキーナだから別にこれ普通じゃないみたいな。そう、うん、なんかもう仕方ないんじゃない、ね、すごい木下ゆきならしいエピソードじゃんの一言なんですけど、うん、あの DM とかはめっちゃユッキーナじゃんみたいな、ね、うん、ところが意外ショックみたいな人が多くて、そう、何を求めてるんだろうと思いますよ。いいお母さんだと思ってるみたいな。ユッキーナだよっていう。ユッキーナだからあれはもう普通じゃないかも、ね、うん。ああいう感じ、ね、ああいう感じ。つまりそういうユッキーナ的なものが流行った時代があったんだ。そう、流行ってて、そう、ちょっと部屋が熱い。エアコンつけますか。すみません、エアコン。ユッキーナが流行ってた時代で、はいはい、で、なんかみんながユッキーナの真似して、うん、タイマントーナメントとかやるから、ユッキーナ強かったらしいですね。あ、そう、すごい強かった、うん。だから私たちもそれになんか、私も巻き込まれて、巻き込まれて、ユッキーナブームに、ユッキーナブームに、うん、で、なんかタイマントーナメントの電話が来るから、タイマントーナメント電話来るんだ、誘いが来るですよ、うん、だから電話ずっと電源切ってました、携帯は。トーナメントあるぞみたいな。トーナメントって大体どこで行われるんですか。谷中公園。谷中公園。谷中公園でみんなボコり合ってました。怖かった。みんな次の日なんか拳腫れてて。基本それ女子のみなの。え、女子のみで。へえ。でちょっとやばと思って、うん、いやなんか嫌だった。嫌だった。あれは、うん、顔怪我したら嫌だしなみたいな。ていうか、それ電話出なかったらなんとかなるんですか。なんかなんとかなりました。なんかあいつ電話出ねえからいいやみたいな、トーナメント誘えねえやみたいな、うん、来ねえやみたいな感じで。参加したことはない。え、ない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 、うん、なんか嫌だったその頃は。でもまあそういうような土地柄だったから、うん、自然と喧嘩的なものも身近で。そう、だっていきなり先輩にボコられるとかありましたもんね。、うん、先輩の家で。先輩の家で。女ほうほう。女の先輩の家でみたいな、うん、呼び出しされてみたいな。なんか呼び出しが毎日あったみたいな、うん、あの僕とかの80年代とかだったらね、全然すごいわかるんですよ、不良ブーム、うんうん、なんかユッキーナのせい、全部。全部ユッキーナのせい。ユッキーナのせいでちょっと足立区周辺が、もう本当にいきなり、もうやっぱユッキーナ出てきてからおかしくなりました。まあユッキーナ最高みたいな時代があったんですね。俺たちもユッキーナ続けみたいな。そう、うん、でユッキーナのせいでおかしくなったもんな。ね、ユッキーナはね、ちょっとね、地元の星だったんですよ、きっと。あ、そうだと思う。希望のね、星だったから、うん、ね、私たちのゲットからもこんなスターが現れたみたいな。そう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 、うん、だからそのせいでもう本当に怖い毎日を送りましたね。って言いながらも怖い側になっていくわけじゃないですか。だからそれ鍛えられたんですかね、彼氏に。それともその先輩だのなんだの。いや、先輩だのなんだのだと思う。捨て頃とかは、ね、つか喧嘩はしてたんですか。
え、喧嘩はしてたけど、いつも土下座させられてました。おう、それする側？え、する側、先輩に土下座させられてた。うん、先輩に目つけられるタイプだった。え、なんか109の服着てたから、なんか怒られてた、いつも。それでダメなの？え、そう、なんか109の服着たらダメっていう、なんか謎のあれ。なんで？これ先輩しか着ちゃいけないって。なんか先輩が着れないのに、なんでお前着てんだみたいな。お前何生意気に渋谷行ってんだみたいな。そう、なんでお前ココルル着てんだよみたいなって感じだったから、怖かったな、うん、めっちゃ怖かった。髪の毛とかも染めたら、うん、なんか速攻呼び出してくれてみたいな、うん、怖かったっすね、うん、中学がきつかった感じ。そうで、なんかすごい嘘ついてました。なんで？先輩に、なんかうちのパパカツンと仲いいからそういうこと言わない方がいいよとか。何それ。なんかめっちゃ嘘ついてたから、たくさん嘘ついてた。そしたらなんかみんな結構黙った人とかいて、そう、みんなカツンだとなんかお父さん友達なのみたいな、うん、うん、みたいな。それでなんか黙った人とかいたから、そういうの使ってた。あの、そういう嘘ってすぐバレるじゃないですか。え、バレない、あいつはバカだから。なんかあなちくんバカだからすごい分かんない。上のこと言わないでいいよ。いや、あなちくんは楽しい場所です。ね、楽しそうですよ、うん、中学はそういう感じだったわけですね、うん、そういう感じでした。高校はどんなだったんですか？で、高校は都内で一番偏差値低いとこ行ってました。どのくらい？え、でも有名なとこです、うん、なんかギャル校、ギャル校、都内一のギャル校、うん、なんか都立入れなくてどこも、うん、で、親にどうしても高校だけは卒業してくれって言われて、うん、なんかその高校行きました、私立の、うん、髪の毛とかも何色でもいいし、うん、制服も決まったスカート履いてれば、うん、何でもいいみたいな、うん、長くても短くてもご自由にっていう。そう、そこはじゃあ居心地良かったですか？うん、なんか、うん、あんまり、うん、なんかみんな辞めちゃってすぐ、うん、仲いい子。まあね、そりゃそうでしょうね。なんか1年で辞めちゃったから、うん、なんかつまんなかったですね、うん。卒業できたんですか？あ、卒業余裕でできました、うん、なんかできないかなと思ったけど、なんか親に泣かれたから頑張って卒業しました、うん、友達もいなくなっても、うん、友達いなく、あ、でも通信ね、途中で変えましたね、うん、まあ、友達いなくて本当につまんなくなっちゃって、うん、なんかもう陰キャしか残んなくて。そのね、なんだろう、ギャル学校の通信部って相当すさんでそうなイメージですけど、そうでもないですか？みんな子供だったら抱えてきてたことがありました。そんな感じ。うん、でも楽しかった、それもそれで、うん、通信に行った途端、ま、なんかまた楽しくなったみたいな。うん、うん、そうそうそう。水商売とかしてたのはいつぐらいなんですか？え、これ言っていいんですか？知らないよ。え？基準は基準自分でしょ、だって事務所もないんでしょ。うん、え、うん、なんか高校の頃に一回、うん、高校錦糸町だったんですよ。わー。で、錦糸町のキャバクラで働いて、うん、高校の頃、うん、アンダーで、うん、それでバレて。バレますよ、それ。めっちゃ面白くない？なんで私バカだなって思って、なんで高校の前で働いちゃうんだろうみたいな。その後ちゃんと、あの、うん、ね、反省して、うん、新立さんみたいな感じで、うん、ね、うん、こうね、なるんですけど。どういうこと？あ、ちゃんと、うん、成敗されるっていうんですか、ね、成敗、まあね、悪いことしたら罰は当たる。罰は当たったんですね、うん、ちゃんと。うん、先生にもバレて、うん、そう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 、ちゃんと警察行って。警察も行くんだ。あ、行きますね。未成年で美女商売やってると。そう、だからそこからちゃんと私も更生してます。あの、この美女商売を大人になってからやりますって言って。そう、大人になってからやります。 JK リフレもやらないです。キャバクラ勤務でしたっけ？キャバクラ勤務、あ、今は違いますよ。あの、いや、ある時期まである時期までは、うん、確かに。なんかしかも銀杏ボーイズのライブに行くために働いてました、うん、そのお金を稼ぐために。そう、だからでも全部行ってました、地方とか、うん、銀杏ボーイズのライブ、すごくない？それは多分そうね、相当お金かかりますもんね。めっちゃかかりましたね、うん、だから行きは新幹線、帰りは深夜バスとか、うん、なんか一人でフェスとか行ったりしました、うん。キャバクラはどうなんですか？馴染めたんですか？あ、めっちゃ楽しかった。うん、お酒は飲めるんですか？あ、お酒飲めないんですよ、うん、だから飲めないかな。いつもなんかジュース飲んでた、スムージーとか、うん、どんな話してたんですか、お客さんと？なんか遊んでた。話はしなかった。え、話をしないで遊んでた。で、イエーイみたいな。とりあえずイエーイって言ってるみたいな。なんとなく盛り上がってる感を出すので。あ、そう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 。で、なんかキャバクラで働いてたというよりも、うん、キャバクラ出勤終わってみんなで女の子同士でクラブとか行ってたのが楽しかったみたいな。もう週5ぐらいでクラブ行ってましたよ。
なんだろう、ギャルで遊んでたノリの延長みたいな。そう、遊んでたの、もうほんと、うん、遊びの延長線みたいなのでやってたみたいな、うん、で、お金稼げるし、うん、美味しいご飯食べれるし、うん、なんかもらえるし、最高みたいな、うん、イエーイみたいなだから、なんだそのね、ギャル的なメンタリティと銀杏ボーイズ的なものが混ざってるのが面白いですね。そうなんですかね。まあ、CD とかで影響されたものとかのリストとかも載せたけど、そういうサブカルチャー的な要素とギャル要素のミックスなわけじゃないですか、はい、基本的には、うん、最近の浜坂あゆみの本とかが普通に入ってくるわけじゃないですか。あれめっちゃ面白かった、泣いた泣いたんだ。泣いた。なんか美容室であれ読んでたんですよ、うん、髪染めてる時に、うん、じゃなんか美容室のなんか美容師さんに、うん、いやなんかすごい意外ですね、本とか読むんですねとか言われて、うん、あ、これ違いますみたいな、浜坂あゆみの本ですよとか言って、なんか絶望されちゃって、うん、絶望されちゃって僕も買いましたよ。そう、なんかあれ、うん、読書してんのかと思いましたみたいな、うん、読書ではあるんですけどね。そう、一応読書みたいな、一応読書だけど読書じゃないみたいなね、うん、でも泣けたんだ。泣けた、うん、僕途中で挫折しちゃいましたよ。え、本当ですか、うん、ああいうなんか携帯小説的な本って一番楽しくないですか、恋空みたいな。携帯小説が一番僕から縁遠いですからね。え、マジなんか読めたわ。なんか、うん、峰田さんのイチゴの歌を読めなかったんです私、うん、好きなのに。そう、読めたけなんか1行目から読めなかったんですけど、うん、浜崎あゆみの本は1行目からもずっと読めましたね、うん、めっちゃ良かったあれは。やっぱあゆは重要なんですね。あ、もう本当に最高です、うん、ライブも行ってる、うん、そう取ってもらってるチケット。僕がアユで好きな話があって、うん、アイドル時代の話。はい、うんうんうん。もともとサンミュージック。昔のやつ。そう。浜坂あゆみがサンミュージック行った時に、サンミュージックの会長がなんかの本で書いてたんだ。もともとサンミュージックのアイドルって、うん、会長の家にか下宿するシステムだったんですよね。へえ、やば。それが終わったのが浜崎あゆみの代なんですよ。へえ。浜崎あゆみの代が最後に2人住んでて、うん、ところが最後の方は本当にもう礼儀もひどいことになってて、うん、もう一緒に住まわすのは限界だと思ったって言ってて、うん、何があったんですかって聞いたら、お風呂とか入ってもその後で入ったら生理用品が浮いてたりしたって言ってて、やばい。あの2人だから 50% の確率で犯人は浜崎あゆみなんですよ。めっちゃガサツな女ですね、どっちかがね。あ、すごい。そう、曲も好きだし、めっちゃあゆ、うん、顔も好き、うん、なんか今でも好き、ずっと、うん、そのギャル要素とそのなんだろう、サブカルロック的な要素って相性悪そうに思ってたんですけど、うん、意外となんとか噛み合うものなんですかね、うん、なんかいいものはいいみたいな、なるほど、うんうん、感じですかね、うんうんうん、だからオキテポルシェも良かった。だからオキテポルシェも良かった、うん、え、なんかオキテポルシェって普通にギャルじゃないですか、うん、え、ギャルじゃない、どこが、え、なんかなラメ、え、なんかキラキラしてるから、なんか普通になんか MV とか、うん、なんかそのなんだろう、テイストっていうか生きてる感じがギャル、全然わかんない。まあサンバイザーでラメだとね、多少ギャルっぽさを感じたりするかもしれないですけどね、うんうん、なんか、うん、オキテポルシェ、あ、でもなんか、オキテポルシェさんに感謝したいのがあって、うん、なんか、うん、何？この間、うん、なんか銀杏ボーイズ武道館ったじゃないですか、はいはい、あの時に、うん、チケット譲ってもらったんですよ、知らない女の子に、ツイッターから、うん、で、その女の子か、女の子とはもうそっからね、ずっとかんもう何も連絡取ってなかったんですけど、うん、つい最近連絡が来て、うん、なんかオキテポルシェさんのツイッター見てたら、うん、たまたま椎名ちゃんがいましたみたいな、うん、で、あの時に銀杏ボーイズのチケットを交換した子だと思って連絡来て、うん、すごい感謝です。そこまでちゃんと届いてるんだね。なんかバンドやってて、今なんか私の地元のタワーレコードにもなんかすごい大きく置いてあってびっくりしましたみたいな、うん、置いてきて、うわー、オキテポルシェがつなげてくれた縁だみたいな、かつてのそういう人がの目にも入るぐらいの状態にはなってきた、うん、オキテポルシェのオキテポルシェのおかげでツイートのおかげでオキテポルシェのツイートのおかげで、まあ、ね、多分そう初期の段階だと僕とかオキテさんのツイートによって知ったって人もいたはいたでしょうけどね、うんうんうん、今はそれを超えた活動にはなってますけど、うん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 って感じですね、うん、はいはいはい、そう足立区にもタワレコあるんだぞって言ってますよ、うん、なんかあるね、うん、カメアリのやつかなかな、ああありますね、うん、イベントとかやってるやつ、あそこによく行ってました、うん、奥手さんから KW さんを紹介された話もあったな、うん、
KW 社員、おきてさんから紹介されたのかな、なんだっけ、ツイッターでなんかやってましたよね。うん、どこで紹介されたか忘れたけど、うん、なんか私もすごい大島テロが好きで自己物件のめっちゃ面白いなと思って、うん、なんかとあの年末のトークショー行ったんですよ。あの僕らの出番の前のやつじゃないですか。そう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 、大晦日の。そうですよね。そう、でもちゃんと最後はね見たんですけどね、僕らの方も見た見た見た、はい、ありがとうございます。ね、あの後に KW さん、うん、とも話した、あった、そうだそうだそうだ、あった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 、うんうん、そうだ、うんうん、大晦日に毎年僕とか杉作さんとか奥地さんとかってイベントやってたのが、 J さんが出れなくなって、そうそうそう、代わりにいろんな人が出るようになって、春日大さんとか KW 社員とかの時ですよ。そうだそうだ、面白かった。で KW さんが椎名ちゃんと話したとか言ってた、うん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 、そうそう、面白かったあれ。そうですね、あの時だ、あれよかったな、うん、ちゃんとプラさんも来てくれてたという、うんうん、なんか人のトークショーみんな好きなんですよね。どんなの言ってんですか。うーん、大島テルなんか大島テルとかも、なんか峰田周辺の人とか、うん、うん、言ってますね。でもなんか大島テルさんちょっと話が長いかなと思ったけど、まあよかったかな、うん、オキテポルシェはどうなんですか、トークスキルは。あ、オキテは、オキテさんは最高ですよ。オキテはとか言ったらいいですよ。オキテさんはね、もう面白いから、生きてるだけで面白いからなんか存在するだけでいい。うん、うん、大島テレなんでそこまで好きなんだろう。うん、なんか自己物件面白いオカルト的な。意外とね、なんだろう、あの友達が住んでるとか自己物件とかね、うん、そういうのが、ね、あるから、なんかワクワクしますよね。全然逆ですよ、うん、全然笑い事じゃないなぐらいの感覚です。なんかワクワクしちゃうなワクワクする、うん、はいはいはい、ワクワクしますね。なんか自己物件住んだことない、ね、うん、友達が住んでたとこは思いっきり自己物件だったんですよ。本当か。そうそうそう、なんか私の友達も、うん、なんかすごい福島かな福岡だか分かんない、どっち服がつくところ、だいぶ違いますよ服がつくとこから雑服がつくとこから引っ越して上京 してきて、うん、でなんか小岩の方に住んでて、うん、でなんかもう2人続けて前の人が自己物件、うん、なんかそう、前、まあ、2人ですよ、怖くない。だってそういうこと今コメントでも来てますけど、うん、それこそオキテポリシェンの家も自己物件っていうね。本当言って信じられない。オキテさんが家事出してるから。あ、そっか、それで自己物件、自己物件になりますよ。家事でいいんですか。なります、なります。住みたいな、家事ぐらいだったらね。死んでなければね。ね、なんか死んじゃってたら嫌だけど。そう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 、なんか勝手にドライヤー作って言ってましたもん、その子。そこ、うん、だからちょっと前行きたいのそういう刺激も好き。なんか刺激物大好き。刺激物大好き、うん、刺激なものが好きです。その割にお酒は飲まないわけじゃないですか。お酒はなんか一回倒れちゃって、うん、怖くてそっから飲めなくなっちゃいました。飲みすぎちゃった。なんか飲みすぎて、うん、なんかずっとタクシーでゲロ吐いて、うん、それは迷惑ですね。うん、ね、あ、でもちゃんと袋に、うん、袋、窓開けて袋に入って、うん、なんか私絶対バゲロとか絶対しないタイプで。バゲロって何。バゲロ知らない。バゲロって何。なんかバデゲロ、バデゲロル。そう、知らない。バゲロ絶対しない。バゲロって言うんだ。そう、バゲロしないタイプで絶対何があってもどんなところでも、うん、何があってもバッグ、自分のバッグでも履くみたいな、この袋の中に履く。絶対漏らさない。もう絶対何があっても自分の履いたものは絶対他人に見せたくないから、うん、トイレか、うん、このバッグの中か袋に絶対履く、うん、徹底してて、で、まあ、そのなんか吐いたりして辛くなっちゃって、うん、なんかそっから起きれなくなっちゃって、うん、一時期1日ぐらい起きれなくて2日酔いみたいな、はいはい、それが辛すぎてそっからもうお酒飲むの怖くなった。で飲まなくなった、うん、ね、水商売してて飲まないって大変ですよね。なんか本当に怖い、なんか怪我するしいつも飲むと、うん、なんかやばい酔い方してるんでしょうね。あ、そうだと思います。だからお酒絶対飲んじゃダメだと思って、うん、なんか、なんか見たくない動画とかいっぱい残ってるんですよ。どんなやつ。なんか 水槽っていうか、なんか水槽じゃなくて、なんていうの、噴水とかに入ってる、うん、動画とか、キャーとか言いながら、だから絶対見たくないと思って、もう嫌だとか、絶対お酒飲まないようにしてます、うん、怖い。完全にやばい、あの薬物やってるレベルの人に思われるような、尿検とかされちゃうぐらいあ、だから絶対怖くて飲めない、うん。そして多分ノンアルコールでなんとなくこの酔ってる感を出せるぐらいの人になったんですかね、うん、テンション上げていけるような、うん、はいはい、ね、勉強になるな。いくつの時だろうとか掘らないときますよ。うん、うん、うん、お酒は二十歳からしか飲んだことないから。嘘、ほんと、なんか怖くて。
意外とちゃんとしてるとかはちゃんとしてますよね。なんか怖い。意外とちゃんとしてると言い切る気はしないですけど。うん、常識があるところはある。うん。怖いんだもん、うん、お酒。家族がちょっと酒やばかったとかあるんですか。なんかママは、うん、なんかキッチンドリンカーという名のアル中で。ああ、ダメですね。アル中も実はね、言っちゃいけない言葉らしいんですけど。なんか、ごめんなさい。アルコール依存症という言い方をね、うん、したりとか。キッチンドリンカーのアルコール依存症で。で、なんかママめっちゃお酒好き。うん、でも、やばそう。でも、迷惑はかからないです。自分でちょっと、テンション上がってるぐらい、うん、もしくは落ちてるぐらい。いやテンション上がって、うん、なんかお風呂場で髪の毛洗いながらギロ吐いてるぐらいで。迷惑かけないですね。迷惑かけない。そこだし。まあ迷惑はかからないみたいな。そんなに悪いお母さんではないけど、うん。めっちゃ愉快な母親。キチンドリンカーだとね、ちょっとやばい感じになりやすいじゃないですか。うん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 、DV 的な方向とか。いや全然全然なんか愉快ですよ。うん、愉快だけ。そう。なんか、うんなんだろう、なんか面談とかあったじゃないですか、中学校の三者面談みたいな、うん、緊張するから酒入れていくかみたいなマジみたいな、なんかだからなんかどっか行くたびに、うん、なんかママが私ちょっと大丈夫酒の匂いしないみたいな、うん、聞いてくるみたいな。そっか、うん、基本では気が弱い人ではあってそれを酒で乗り切ってたタイプなんですね、うん、そうですね、うん、それは多分見てると飲まなくなったりするのは分かりますよ。うん、うんはいはいはい、そう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 、ね、本当に聞けば聞くほどそういう人が音楽にたどり着いてそれなりに結果を出してるのが不思議でしょうがないですけどね。うーんなんか音楽は昔から好きだった、うんうん、それはこの銀杏とかに目覚める前からなんか尾崎とか好きでした。ああ好きそう。僕尾崎ハウス行きましたよ。えすごい。もうなくなっちゃいましたよね。うん、あの人竹の塚で亡くなっちゃってて、はいはいはい、近いんですけど、うん、もう尾崎にの15の夜、うん、最初に聞いた時に、うん、なんてかっこいい人なんだと思って、うん、で親に、うん、いや尾崎、うん、めっちゃ好きって言ったら、うん、ママが知り合いから、うん、尾崎のアルバム借りてきてくれて、うん、それずっと聞いてた、うん、ルーツそこルーツ、ルーツは尾崎豊、うんうんうん、そこからどう流れていくんですか。 AKB AKB、そうか尾崎から AKB に行って、うん、尾崎から AKB 行って、うん、AKB から高校の頃、うん、ホーロックっていうものにハマって、うん、よくあるじゃないですか今ホーロック好きな人繋がってくる。どれくらいの感じ。どれぐらいの感じだ。バンプとか。ああバンプラットも大好きだったし、うん、なんかシロップ 16g とかも好きだったし、何だろう、なんかほら名前忘れちゃった忘れちゃったけどいろんなものが好きでした雑なんかね銀杏ボーイズとか、うん、中3の終わりぐらい中2とかに聞いて、うん、すごいバンドだなと思ったんですけど、うん、なんか誰が歌ってるとか全く知らなくて、その頃 Google 検索みたいな、うん、なんか知らなくて、うん、検索しなかったんですよ。うんよりなんか YouTube とかで聞いてるぐらいな感じ。いやもう綾瀬のウェアハウスっていうレンタルショップで行って、うん、レンタルショップで全部聞いてた、うん、借りて。でこれはと思ったのは何だったんですか。 AKB そっちかよくバンドの方に行きましたよねそういう人が。うん確かに、うんやっぱバンドが、バンドはなんか、うん、アイドルはその一時的にしか聴いてなかったけど、うん、なんかバンドはずっと聴いてたかな。あ、でもハロプロは結構ずっと聴いてたかも。ハロプロも大きいんだ。うん、ハロプロ大好き、ツンク大好き。ツンク大好き。ツンク大好き。キュートとかが曲いい、キュートが一番曲いいなみたいな感じで、うんすごいね、ちょっとね、ロックっぽさばったりとか、ね、そう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 、うん、ちょっとロックっぽいですよね、うん、確かにキュートって、うん確かに、だから好きなのかも。今気づいた、ね、吉田豪さんのおかげで今気づきました。かまってちゃんとかは。あ、かまってちゃんもね、聞きました。だって、うん、私が高1の頃ぐらいに、うん、ロックンロールは鳴りやまないが流行った、はいはいはい、から、もうそっからずっと聞いてたか、うん、うんまあでも一番大きいのはミネタ。ミネタ、ミネタがでかい、うんミネタが歌ってるって知らないでずっと銀杏ボーイズをずっと聴いてきたから、うん、そしたらこの人なんだっていう、ね、一目惚れしちゃった
ビジュアル？ビジュアル、うん、ビジュアルもなんか初めて看護学校卒業した時に、うん、友達がじゃあご褒美でみたいな、うん、ライブ行こうってなって、うん、銀杏ボーイズのライブ誘ってくれて、うん、それが本当初めてだったんですよ、うん、つい最近この人だってなって、いやもうステージの上で、うん、もう銀河鉄道とか歌ってる時に、うん、うわーみたいな、うん、もうずっと聴いてた音楽が今目の前でやってるみたいな、うん、本当にもうあの時の衝動忘れられないレベルで、うん、すごかったな、うん、神だみたいな。で私もバンドやらなければってなるんですか？その1年後ぐらいに思いますね、うん、なんかたまたま吉祥寺のハードオフでアコギ買って1万円ぐらいでやったやつ、うん、買ってなんか弾けなかったんです全然、うん、だからバンドやんなきゃって思った。ギターが弾けないからバンドやなきゃと思ったんですよ、うん、やったら嫌でも練習するからってことですか？そうやったらバンドやったら多分弾けるようになるんだろうなみたいな、うん、と思って、そう周りの友達集めて、うん、あの銀杏ボーイズで出会った、うん、あのマレちゃん、ギターのマレちゃんと、うん、ベースのカホちゃんを集めてやりました、うんうん、ドラムの人は元友達？ドラムの人はネットで知り合った友達、うん、ずっと昔に。で実際そのバンド組んだら嫌でも弾けるようになっていくもんなんですかね。弾けるようになりますよ、うん、いやでも曲とかも作れるようになる、うん、曲も、うんうん、作れるようになりましたね、うん、だってものすごい短い期間ですよね、うん、確かに結成がだから去年の4月とかだったら、うんうん、本当最1年半とかでギター弾けるようになって、うん、曲作れるようになって CD2 枚出して、うん、でもほとんどカノンコードしかないんですよ。決まったコードでしか曲作れないんです、うん、そのコードしか知らないから、うん、とかね、あのラモンズのパクリとかねそうそうですね、そういうね、うん、とか、うん、とかとか、うん、とかやればなんとか曲は作れるものだという、そう決められたコードの中でも、うん、曲は作れるものだみたいな、うん、面白いですよ曲作っても、うん、バンドメンバー黒ギャルとか、あのラモンズの、はいはい、黒ギャルとか正式タイトル何ですか？黒ギャルのケツは煮卵に似てるです、ね、そう、ね、みんなで、うん、どこで金にするみたいな話しながら、うん、曲作って、うん、楽しかったそういうテーマで作ってるんですか？そう、なんかどこで金にするみたいな、ギャルどこで金にするみたいな、うん、ギャルなーいって入るじゃないですか、うん、だからで、私、イソマルデキンだからみたいな最初イソマルデキンってか入るんですけど、うん、そっからいろんなのデキンにした。実際デキンになったりしてるんですか？あ、イソマルだけデキンです、私、渋谷の。何やらかしたんですか？なんか、渋谷のクラブで遊んだ後に、うん、なんかすごい仲良くなった外人がいて、うん、外人となんかわめき倒して、なんか店員さんに、うん、なんか店員さん呼ぶときにすごい下品な言葉を教えて、うん、外人さんにこれが日本語でハローみたいな、こんにちはみたいなそれでめちゃくちゃ店員さんに嫌われちゃって、それはそう、ごめんなさい、だからそれで入れなくなっちゃったという経験からギャルが出来になる店を考えて曲にするという、うん、そんなことやっていくと楽しいし、うん、どんな曲もできるということですね、うん、バンドメンバーとスタジオで、うん、大爆笑しながら曲作るんですよね、それが こちらに入っている。こちらです。はいはいはい。ね、兆楽っていうね曲もありますけど、これは渋谷の兆楽中華料理屋さん、ね、そうですね。うん。これあの僕が飯食ってたら隣にいた人が声をかけてきて、お宅が声かけてきて、吉田豪さんですよねって言って、うん、持ってますかこれって言われてとね。これの前のミニアルバム渡されそうになって、うん、持ってますって答えて、すごいですよね、持ってんのもう買ってますからって、買ってると思ってダブリですのでどうぞって言われてっていう僕も兆楽での思い出はありますけど、兆楽、うん、も、うん、私たちがもう絶対渋谷でライブがあったら絶対行く場所で兆楽、うんうん、だから兆楽って曲作ってシンプルな、そう薄汚い、ね、中華料理屋ですよ、そうただのめっちゃ好き、うん、めっちゃ好きなんすよ、ね、そう高円寺ブス集合とかね、ひどいタイトルですよね。そう、まともな曲もあるんですよ。わかりますよ。え、本当にわかります？わかりますよ。え、本当かな、うん、何が好きでした？何が好き好きだからない、好きってか、だからあのまっとうな、なんだろうな、うん、ちゃんとあのだから銀杏的なっていうか、うん、あの本気でちゃんとそういうようなことを照れずに歌える、うん、
ていう要素もあるじゃないですか。でも照れてますよ、いつも。照れてるんだ、うん、なんか再生ボタンとかも最初すごい照れて歌えなかったんですよ、うん、なんかちょっと恥ずかしいみたいなけど、私ってすごい単純な女で、うん、なんかみんなにいいって言われたらもうどんどん良くなっちゃうタイプで、うん、再生ボタンもみんなにいいって言われたから、うん、まあ、なんか自信満々で歌うようになったみたいな、うん、最初は絶対この曲は自分の中だけに留めとこうと思った曲だったんですけど、うん、やっぱりこういうふざけた歌詞だったら楽しくできるけど、うん、真面目だってやりづらいんですね、なんかちょっと、うん、なんか気持ちが照れるみたいな、うん、評価されたことでよくできるようになっていく、そうですね、一回評価されたらできるようになるみたいな、うん、だって今本当ね、この前ツイッターで見ましたけど、ビルバンのイーストはパンパンになるぐらい、あ、ね、楽しかったですね、あれは入るようになってるわけじゃないですか、うん、見ました、ん、見ました、あの写真、あの写真を見ましたよ、本屋でだいぶ、うん、そう面白かったな、超パンパンだった、そう、びっくりしちゃって、うん、最初こう10人ぐらいしかいないなと思ったんですよ、うん、そしたらみんな途中で曲がって、うん、階段の下と、はいはい、レジの方までずらーって並んでて、渋谷店、いや、高円寺、高円寺、そう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 、うん、で、あーみたいな、うん、こんな人いたんだみたいな、うん、あー嬉しいみたいな、うん、そう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 、まさかのまさかみたいな、すごいです、だって今1時間でもう8400いってますよ、照れる、なんか1万ね、行くかなみたいな話だったんですけどね、そう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 、うん、知名度的にはね、あのこのゲストの中では正直低い方なんで、うん、どこまでいけるだろうっていう戦いだったんですけど、うん、全然これはいきますよ、本当ですか、大丈夫ですよ、よかった、あのトークの内容で着実にいってると思います、うんうんうん、というわけで1時間超えたので質問拾っていきますよ、漫画家の角丸がアルバム買ってるのびっくりしたね、角丸先生は、うん、私がこの間銀杏ボーイズとオナニーマシンか、うん、ティッシュタイムっていうサンボマスターとかいろんな青春パンクが集まった、うん、ちょっとね、この場所がね、最長の問題でね、そうそうそう、ノマさんがちょっとあれで、うん、で、ライブ行って、うん、角丸さんがいたんですよ、うん、物販に、うん、そっこ行きましたよ、うん、角丸さんみたいな、うん、サイン書いてくださいって言って、うん、あの、マキバオの絵とか書いてもらって、サインもらって、うん、それ、まあ、それだけだったんですけど、アピールして私もバンドやっててって言わなかったです、言わなかったんだ、うん、なんか私人になんか本当に好きな人に言えないんですバンドやってること、チーナちゃんで書いてくださいぐらいの感じ、うん、でそれで分かったんだ、たまたまなんかもう角丸先生からサインもらったって言ったら、うん、でも角丸先生がそれを見てくれて、うん、フォローしてくれて、うん、アルバムまで買ってくれたみたいな、ね、小田原ドラゴン先生もね、あ、ドラゴン、うん、ドラゴン、うん、ドラゴン先生は会ったことあるんですか、ないけど仲いいです、うん、ツイッター上でね、仲いい、うん、あの人受けますよね、最高のやり取りでしたよ、僕が一番好きなやり取りが、うん、あのあれですよね、古川みりんさん電波組のみりんさんが結婚した時に、うん、小田原ドラゴン先生が荒れてたじゃないですか、荒れてました ね、うん、あの漫画家信用できない的な感じで、うん、すごい荒ぶってた時に、うん、ね、あのいじってたの面白かった、そう、うん、なんかでもね思ったのが、角丸先生と、うん、いやドラゴンが食べてるものって全然違うんですよね、うん、なんかエンゲルなんていうの、エンゲル係数、エンゲル件数が違うみたいな、うん、なんかその時もいじってましたもんね、あのドラゴンはあの食べてるものが安すぎて360円の弁当食べてるけど、角丸先生は、うん、なんかおしゃれなカフェで、うん、なんかいいもん食べてたり、うん、海鮮食べてたりする、はいはい、やっぱねジャンプで連載してる人とね違いますよ、そうそうそう、ヤンマがしかもすでに連載が終わってる人と、そうだからヤンマがのウェブですからね今ね、でもなんかそういうドラゴンさんも可愛く見えてきますね、うん、ゴーさんの第一印象は、ゴーさん第一印象、あ、サブカルヤクマンみたいな、サブカルヤクマンサブカルの人、うん、沖手ポルシェ、うん、吉田ゴーさん、うん、杉作ジェイ太郎、これサブカルヤクマンみたいな、ここを揃えない、ここ揃えたら最強みたいなまず沖手さんを揃え、うん、うん、そう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 、見えた数のも骨折しなかった、したんじゃないですかね、なんかね、うん、よくしてますね、うん、いつものことすぎてもうわからない、うん、日常的、うん、クリトリックリスさんとの対バンはどうでした、今までで一番楽しいライブでした、へえ、もうあんないいライブないんじゃないかっていうぐらい、うん、楽しかった、杉村さんは全然仲良くなっていい方、あ、全なんかもう、うん、年上すぎて、うん、なんかそのライバル心湧かない、うん、なんかパパみたいな、うん、お兄ちゃんみたいなパパみたいな感じで、あ、なんかバンドメンバーみんな杉村さん慕ってますね、うん、一緒に中華行ったし食べに行ったし、すごいですね、あの人のそのなんだろうな平和な感じっていうか、すごい
なんか私が路上で喧嘩してたら止めてくれた。なんで路上で喧嘩してるんですか。なんかフェスの時に他のバンドマンに喧嘩売られて、うん、こいつボコボコにしてろと思って。なんで喧嘩売られるんですかそもそも。いやなんかやっぱ好きじゃないのかな、好きじゃないからか知んないけど、うん、お前よみたいな、もっと戦えよって言われたから、うん、あいいよ戦ってあげるよっつって、うん、喧嘩売ってるよっつってまずお前からだなと思って、こうやってなんか戦えよって言うからまずお前からだなと思って、そういう意味じゃなく言ってるわけですよね。そう、うん、胸がつくでちょっと泣いてましたら、すみませんちょっと平和に終わりましょうみたいな、今日は平和に終わりましょうみたいな。そうなんでこれできるようになったんですか本当。これはもうできる。アイディ&ティティは見ました？あ、見ました、うん、どうでした？ミネタがかっこよかった、うん、で曲がいいです。アイディア…あ、曲が良かったですよね、うん、シーナちゃんはなんでサインがシーナ。弁当はいくらから？弁当は650円ぐらいがちょうど食べてて引かない。かまてちゃんのミサコとは面識ある？あ、ないないないですね。でも仲良くなりたい、うん、なんか感じ良さそうじゃないですか、なんか、うん、感じ良さそうですよね、うん、2人とも犬飼ってるんだけどな。看護学校に入るきっかけについて話してほしいです。うん、なんか親が入ってほしいって言ったから。高校出てプラプラしそうなのもあれだし、そうなんかやることなくて、うん、目指すものもなくて、その時は音楽やろうみたいなのもそんなに思ってなくて、全くなくて、で、うん、お金をすごい稼ぐか人の役に立つかどっちかにしようと思って、うん、で私はそのお金を稼ぐあれもなかった、頭もないし、うん、素でもなかったんで、うん、人の役に立とうと思って、うん、看護学校行きましたね、うんうん、でそっち方面で仕事もするようになって、うん、なんか看護学校の子の友達とかめっちゃいい子でした。うん、こんなにいい子たちがみんな看護師になるんだなみたいな、うんうん、ところが稼げないっていうね。うん、でもなんかうちの病院稼げるからな。え、そうなんですか。へえ、めっちゃいいですよ、うん、みんな追っかけつながりで茎階段のもぐらとか知らんかな。ああ、芸人の人ですよね、うん、小田ドラゴンとはやれますか。え、無理。無理。角丸先生は、いい、なんか結婚したい、あわよくば、あわよくば玉の腰に乗れそう。合理化やめた前澤社長破局報道。本当にワンチャンありますね。誰と。前澤社長と、前澤社長にがついてたんですよね。そう、なんか、うん、お金持ち大好きだから一時期ハンドルネームを書いてましたもんね。そう、だからあれ1億円プレゼントみたいなことじゃないですか、100万円か、うん、もうどうしても欲しくて私、うん、なんか本当にゾゾタウンの前掃除しに行けばよかったと思ってます、うん、靴でも磨けばよかった。本当あれなんかね、ビジョンを見せてほしいみたいな感じだったんですよね。100万を何に使うかみたいな。でも私見てるだけでもビジョンありまくりじゃないですか。うん、だからもう良くないみたいな、うん、あとは J さんだ。 J さん大変そう、ね、なんか沖手さんがね、うん、いや なんか J さんは椎名ちゃんのタイプじゃないよみたいな、うん、苦手なタイプだよって言ってたから、うん、多分100万無理かもしれない。ただね、J さんも後藤真希とかああいう、なんだろうな、うん、ゲット育ちみたいな、うん、あの女性は結構好きなんで。あれですね、アンリーちゃんとか好きですよ、うん、そうそうそう。あの基本ゲットの人好きなんで、壺に入る可能性ありますよ。頑張らないと。ミネタさんのドラマって見てます？なんだろう、あ、奇跡の人とかですかね。かな、知ってます、あのカホ、うん、ベースのカホのお父さんが、うん、あの奇跡の人とか、ナブタプロデューサー、うん、プロデューサーなんですよ。そうなんですか。え、そう、川野秀弘っていう有名なプロデューサーで、うん、そう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 、だからなんかミネタが川野のこと見るたびに、うん、川野さんの娘だって言うんですよ。あそこはつながってんですか。そう、そうですね、だってあの、うん、奇跡の人っていうミネタがやってたドラマのプロデューサーだったから、うん、だから娘さんもつながってる、うん、そう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 、そう、すごいですよね。じゃあと一歩じゃないですか。そう、あと一歩けど、うん、それが過去はミネタとは全然仲良くないですよ、うん、なんか DM めっちゃしてるけど無視されたとか言っちゃう。へぇすみさんいい人、すごいコメント来るんですね、こうやってすごい来ますよ。うーん、
ゴイチーについて、ね、仲いいですよね、ゴイチー仲いいですよ。もうあの子ほんと神じゃないですか。新潟のカナビスっていうグループの DJ をやりつつ、うん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 、この前までビレバンで働いてた、でソロで DJ とかもやっている、なんだろうな、アイドルであり DJ であり、今度ソロデビューもするんですね。そう、本当に女の子で、うん、神、神、うん、もうバンドメンバー全員仲いいです。不思議な仲の良さになってますよね。ほんと仲いいですね。このアルバムにも参加してもらって、うん、トランペット、うん、で、すっごいめっちゃ仲いいんですよ、本当に、うん、なんで繋がったんですか。なんでだろう、ツイッターで。いや、カナビスと一回対バンしてるんですよね、うん、その時に仲良くなって、当時家も近くて、うん、でもうすごいもう超 LINE しますね、うん、2日に1回ぐらい、うん、LINE するし、会うし、うん、なんかいい子、本当に、うん、めったに仲ですか、地下アイドルでいい子ってそうなんですか僕はあの基本はいい子としか交流しないんでなんか地下アイドルでいい子ってあんまりないから、なんかめっちゃ珍しいなと思った、うんうん、僕はゴイチーさんのことを紹介するときによく、うん、なんだろうな、薬物の匂いのするグループに所属している DJ と薬物の匂いのする役職の人っていう。でもあの子から薬物の匂いはしないんですよ ね。だからしないから言えるんですよ。そう、確かに。してたら言えないですよね。結構してる子いますもんね。ね、カナビスってグループ名はね、いろいろスリリングですよ今は。椎名みたいな子がまだいてよかったよ。へえ。性格悪いバンドマン教えてください。誰だろう。ちょっと面白い話していいですか。どうぞご自由に。なんかね、うん、なんか私がすごい嫌いな某バンドグループがあるんですよ。わ、うん、かります。全然わかんないけどこれこれこれ、シャッシャッて、えピャッて、え何フェスとかやってるグループ、うん、なんでの嫌いな子がいて、うん、で、あ、うん、ちょっとわかったかな。で、その前 DM で聞いたやつかな。そう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 、その子、うん、その子が働いてるスタジオに行ってて、うん、はいはい、でなんか、うん、私たちなんかいつもクーラーが効かないところに通されててなんか嫌いだからなんかわかんない、多分そのツイッターとかで私が嫌いなのを表しちゃってるから、うん、なんかいつもクーラーがついてない部屋に真夏通されてて、うん、もうゼーゼーしながらスタジオ入ってて、うん、そのおかげで体力ついたんですけどでもそれでもなんかカッパとか忘れた時に、うん、なんか結構私なんかすごい態度悪くして、うん、カッパ貸してくださいとか言うんですよ、うん、でなんか貸して、なんか結構すんなり貸してくれて、うん、なんかちょっといいやつなんかなんだそれでもなんかそう、いつもね全くもうクーラーの効かない部屋に通されてます、うん、そのスタジオで、ね、その人といろんな因縁があるみたいなこと聞いたことがありますよ、うん、なんか、ね、ミネタのこと好きな人好きじゃないそれだけ。ライバルは許さない。ライバルは許さない。大森さんだけは別。大森さんは全然もういい。許す。全然いいっていうか、もうはい、ミネタのこと好きって言ってくれてありがとうございますみたいな。ビッシュは許すビッシュは微妙許さないなんか髪色が似てるからやだ、うん、私とビッシュは対話してましたよね。あー、ゲンナンとしてましたね、うん、でもなんか一人超歌うまい子じゃないですか、うん、アイナ・ジ・エンド。あ、だからもうすごい、あの子はすごいなと思います、うん、もうはーみたいな。でも可愛い、可愛いんですよね、顔は、うん、みんな可愛いですよね。基本あれですね、なんかある程度なんか実力なり何なりを認められる人であれば許すって感じなんですね、うん、なんかね。でもなんか本当に皆さんの隣にはいてほしくないな、写真撮るときとかダメなんだ、通称とも、うん、なんかこうやってなんかよく皆さんと女の子隣でこうやって写真撮ってるじゃないですか、うん、あのビッシュとかも、うん、もうあれ本当に許さなくて、うん、私だったら1メートル離れるよみたいなこんなになって撮るよみたいな、うん、そんな感じ。何慣れらしくしてんだと。でもすごい素晴らしい音楽だと思います、うん、DJ とかやらないの。全然だと、なんか全然そういうのあんまり興味ない、うん、でしょうね、うん、つか CD とか持ってるんですか。あ、CD めっちゃ持ってますよ。めっちゃ持ってる、うんうん、カセットも全然持ってるし、うん、レコードも持ってますよ。 LINE に大金送ってくるおじさんは何のことだか分からんかほちゃんのお父さんめちゃめちゃすごい人カホハちゃんの話大丈夫だよ、ウィキペディアにも書いてるから。へー、カホちゃん楽器めちゃくちゃうまいよね。うまい、うまいですね、うん、なおとカホは本当にうまいですよ、うん、マルと私がちょっと、うん、
ダメなんですけどね。決着したらブラック高速のプロデューサーと出た。へえ、うん、すごい、うん、かほちゃんのギター好き、うん、え、かほちゃんギターじゃないよ訂正が入りました。訂正が入りました、うん、カナビスってやっぱ有名なんだ。そこそこ一回ね、あの吉田剛推薦枠でティフも出ましたからね。へえ、すごい、うん、Jさんとゴーさんのフェス出れたらいいな。あ、そらフェスあるんですね。ないんですけど、うん、やりましょうみたいな話でちょっと盛り上がって、うんうん、やるかもしれないぐらいの感じですけどね。本当ですか。なんかこの間、うん、誰だっけあの人、うん、メロンパンみたいな名前人なんて言うんだろう。誰、急増さんだ全然違うじゃないですかどこ合ってる。何も合ってなかったなんか牛蔵さん、牛蔵さんが、うん、なんか東京初期衝動出てほしいとか言ってたんですけど、牛のフェス、そうかな、それかな、うん、なんかバンドはなんか難しいんだけどみたいな、まあね、セットとかね、そうそうそう、そう、でもなんか忘れられてる忘れられちゃってる。あそこはアイドルフェスではあるけど、 DJ 後藤真理子とかも毎回出てライブとかしてるんで、うんうんうん、アイドルタイムは嫌かもしれないけど、あそこはまだありだと思う。ね、まだありですよね。ゆうどさん自身が、まあ、アウトローだし、そうそうそう、そっちの人ではあるんで。なんかアイドルとして出るんじゃなくて、アイドルがいる中でもバンドとして出るのは全然、うんうん、ありありなんですけど、うん、なんかアイドル枠として、うん、こう出演依頼されるのは嫌、うん、そりゃそうですよ、うんはい、永田 P は、ああ、あのキララちゃんのところ、はいはい、うさぎ、うさぎのみ、そう、めちゃくちゃ可愛いです。かわいい、かわいい、キララちゃんがだよ、ね、しかも永田 P 優しい、なんか、うん、誕生日にスタバのなんかカード送ってきてくれた。そうなんだ、そう、優しい、なんかアルバムめっちゃ褒めてくれてる、うん、そう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 。会ったことはあります、あります、キララちゃんと一回対話して、あ、そっかそっか、その時にもうキララちゃんの、うん、もう歌のすごさってですかね、うまいっすよね、うまい、めっちゃうまい、うん、なんか、あ、松田聖子現れたみたいな、すごいと思いましたね。今松田聖子のテイストをちゃんと出せる、うん、今いないです、うん、あんなの、もうすごいと思う、うん、地下アイドルは泥棒か良い子なんだな笑すごい、もう読めないですね、読めないんですよね、めっちゃ蹴るわ、うん、バレてる同担拒否、同担拒否、押しかぶり、テキシテキシ、チッチは嫌い嫌いとまで言って横に、ね、行かなきゃ全然いい、うん、前村千秋とか後藤真理子について、あー、あんまりね聞いたことはない。あ、後藤真理子さんマジで、うん、あのライブ見に行ったんですよ。おう、うん、やっぱやばいですよね、つうかマジで、うん、なんかいつもライブするときに一瞬後藤真理子さんがパッて頭よぎるんですよ、うん、あのぐらいの迫力を出さないとダメだみたいな、うん、パッてよぎる、ライブしてるとき、うん、後藤真理子さんのライブシーンが頭にパッてよぎりますね、うん、そう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 ね、多分あの細さだから整理してるライブですよね。いや、てかもう筋肉とかもう、うん、もう画像保存しましたもんあのなんかのフェスのときも後藤真理子さんの体を保存した。とんでもない高さから落ちてるじゃないですか。本当に、あ、もう、叶、うん、わない、叶、うん、わない、本当に客のプレッシャーもすごいし受け止めなきゃっていう、いや、本当すごいですよね、うん、すごい。真由村千秋ちゃんは、うん、確かうちのバンドメンバーのギターが好きですね、うん、なんか愛想がいいっつってました、うん、可愛くて歌めっちゃうまいしね、うんうん、うんうんうん、まだそういう、なんだろう、敵視というかそういうようなものではない感じ。でも、なんか距離はある。いや、話したこともなければ、うん、なんか全然やってる音楽が違うから、そうだね、そう、テキシとかはないかな、うん、そうそう、すげえ歌うまいみたいな、うん、アイナと気が合うかも、うん、某フェス中にツイートしてた件について、なんだろう、わかんない、どんまりこう、もう好きですよ、うん、翔やんにもフォローされてるよね。ああ、そう、アイナ小路翔さんとか、うん、ブン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 騎士団ね。だってもあの騎士団のあの有名な曲なんだっけ、と、うん、ワンナイトカーニバルはもう世代の世代ですからね、うん、あのワンナイトカーニバル、うん、フェス行った時に、うん、あの歌4回やってもらえたんですけど、うん、ちょっと気が狂いそうです面白かったよこれは拾っていいやつ、うーん、どうだろうな、どうだろうな
私ビッシュも椎名ちゃんもどっちも好きだから対バンしてほしい。いやしたいですよ、ミネタとね、うん、ミネタがそこにいなきゃ大丈夫。うん、なるほどね。そこにミネタがいたらもう大変なことになっちゃいます、うん、はいはい、まあミネタの5センチ以内行かないでみたいな、隣行かないでみたいな。確かにね、な、う、し、ん、だったらいい、なんだろう、うん、ライバル心というか、うん、潰したるみたいな感じでやれますよね。いやでも、もう、うんうん、いい音楽ですよね、うんうん、メロンパン。ゲーゾーさん、なんかメロンパンみたい。どこが？なんだろう、なんかメロンパンみたい。カタカナだからかな、ほら。それだけじゃないですか。ゴロみたいな。一つも合ってないもんね。普通はんだっけ、アウトがよくあるけど、なんかゼロカタカナだからかな、全部が。あ、文字数は同じね、カタカナでね。エレンちゃんとかも良さそうな気もする。あ、アイドル、アイドル。ちょっと見ようと思って見ていたけど、ずっと見れる、楽しい。嬉しい。しなちゃんの持ってるギターかっこいい、どこのですか？なんかあれはたまたまネットで可愛いと思って、うん、なんか私ギター知らなくて、そのギブソンとか、うん、なんだっけ、エピフォンとか、うん、ああいうの全く知らないんですよ、うん、なんか見た目でとりあえず選んだギターみたいな、うん、で最近なんかもう音が出なくなっちゃって修理出してもらったみたいな、うんうん、本当にその辺の知識は全然ないです。ない、うん、でもバーニーのピンクのなんか珍しいやつ、うんうん。最近した買い物で買ってよかったと思ったものありますか？買ってよかったもの、なんか安い白菜、うん、なんだそれ。いや、なんか近くの八百屋で売ってる安い白菜が美味しかったです。自炊ちゃんとする人ですよね、うん、なんか私は自分のものが、うん、食べ物が好きだから、なんかお弁当みたいなのなんかね、あ、毎日いろんなところに持ってったりとかして、そう、うん、そう自炊しますね。なんか全部冷凍してみたいな、うんうん、意外とそういうところはちゃんとしてるっていう、うん、なんか葉まで使います、大根の葉っぱとかまで。へえ。吉田豪さん食べれないんでしょうね、肉と魚。あの魚は全く食べれなくて、肉は食べれないわけではないっていう。あ、そうなんだ、うん、でもなんかいい体になりそう。いい体になりそう。永田さん感じいい人だった。あ、めっちゃ感じいいですよ。ひらちゃんは本当、永田さんね、ツイッター上が荒ぶりすぎててね。そう。あ、でも文句めっちゃいい人だったから、ツイッターだと厄介な人だと思われちゃうけど。でも同じです、そしたら私も、うん、あーですね、うん、荒ぶりすぎてますからね。え、でもそんな、え、なんかあって、うん、こいつ厄介だなとか思います？あの、意外とちゃんとしてる部分がある人じゃないですか。よかった、うん、そう、ちゃんとしてるんですよ。なんか、うん、バンドメンバーがインタビューで答えることで、うん、なんか椎名ちゃんってすごい大変じゃないですかみたいなこと言うと、うん、みんな、いや、この人めっちゃ穏やかなんですよみたいな、うん、なんか全然怒らないしみたいな、あの、目の前で胸ぐらつかむとか見てるわけですよね、みんなね。そう、でも、でも私穏やかなんですよ。そう、みんな見てるけど、私が目の前で胸ぐらつかってる姿とか、うん、ツイッターでブチ切れてる姿とか見てるけど、うん、マジでバンドメンバーに本当に怒んないんですよ、うん、なんか、たん、なんかね、一回怒ったのが、うん、彼氏とこの日遊ぶからスタジオ行けないみたいな。あ、それは怒るね。そう、それぐらいで、もうその時バチ切れしたぐらいだけど、うん、それ以来マグマメンバーみんな彼氏の予定とか絶対優先させなくなりました、うん、なんかもう絶対にバンド優先みたいな、うん、1バンドみたいな、うん、2彼氏みたいな、ね、アイドルがね、あの、イベント休んで彼氏と会ってたみたいなもんですよね。でもそういうの絶対許せない。アイドルイベントに出ないのに小林先生のイベントに出たきっかけは？小林久美先生のイベント？あ、一回出たかな。でもあの日もなんか怒られて。え、なんかやらかしたんですか？うん、なんかライブハウスの店長さんにめちゃくちゃ怒られた、うん、あの、私が悪いんですけど、靴で机上がっちゃって、うん、怒られた。でも反省してます。だからそれからね、裸足になったんですよね、はいはいはい、そう、なんか靴履いてダイブすると危ないし、うん、なんかどっか乗っかった時に怒られるって、そこで知識がついて、うん、そっから裸足になってます。そうなんですよね、靴で頭とかやっちゃうと結構、ね、危な、そう、危ないから、うん、そう、男の人がいっぱいいるところにダイブするようになった、うん、女の子がいるとダイブしないみたいな、うん、スナックを着てポリして行こうぜ。なんかね、これはいけない理由があって、うん、なんすか。だからすごい、うん、もう東京初期衝動のめちゃくちゃアンチの人がいて、もう粘着アンチみたいな、うん、で、うん、もうその人がよくオキテポルシェのスナック行ってんですよ、うん、だから行けなかったんですね、うん、で、最近
しばらくぶりにその人をツイッター見たら、うん、いつの間にか、うん、オキテポルシェの人格否定と吉田豪の人格否定をしててもう俺は一生なんかオキテポルシェのスナック行かねえみたいなで吉田豪の発言とかも絶対気に入らないみたいなすっげえもう多分わかるその人そうすっごいもうボロクソ書いてたあもう行けるみたいな最近やっとでもなんかちょっとメンタル読んでる人ですよねうん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 で最近やっと行けると思って、うんうん、またねみんななんか楽しいからとか意外と多分気にするんですねやっぱアンチがいると行きづらいなとかあー気にしますね、うん、なんか書かれたから行ってる時に、うん、悪口、うん、オキテポルシェスに行ってる時に書かれたから、うん、そんなそれ以来行ってないかな、うん、今日仲いいからオキポリ行ってるところオキポルにいるとこオキポルそうなんかレコードとかくれるチッチはこれからもガンガン横に行くと思うぜもう絶対ダメうんぐシーナちゃん絶対コレクターズ好きだと思うんだけど聞いたことある？なーい、うん、聞いてみよう、うん、後藤さんの話題が多い多いですねうん、うん、受けの技術をよく長渕の好きなとこなんかもう精神がすごい好きです精神うんもう私すごいんですよご飯全然 60g とかなんですよ炭水化物、はいはい、米を 60g きっかり測って食べてるんですよ、うん、なんか私も最近外食以外は全部 40g にして家で結構ダイエットしたんですよね60キロぐらいから今49、8くらいだって飯の食い方異常でしたもんねプロレスラーみたいな食い方でしたもんねあーもうほんとプロレなんかプロレスラーでしたね、うん、普通にだってラーメン2杯とかラーメン2杯食べてるから、うん、ラーメンの、うん、あのお店の人にラーメン2杯食べる子って、うん、覚えられてたぐらい当たり前ですよ、うん、普通にラーメン屋ってねいろいろ食べ試したいからっつって2種類頼むとかないじゃないですかそうすごい食べ方してました、うん、ラーメンとチャーハン普通に食べてるとかね、うん、そうあチャーハンとあんかけチャーハンとチャーハン食べてましたよ、うん、あんかけチャーハンをおかずに普通のチャーハン食べてました、うん、やばかったあの時、うん、でも最近は10キロ走ったり今日も水泳行ってきたし、うん、運動めっちゃしてなんかこういうタピオカとか OK でいいんだそれはそう米なんですよ、うん、米が問題で米が一番太る人前に出る以上ちょっと気をつけようみたいになったんですかなんかダイブとかするからなんかダイブとかそうかそうそうそれであのちゃんの2倍あるって削られたからってでもさあのちゃんと比べないでと思ったけどそれ言われちゃったらちょっと、うん、なんか頑張んなきゃと思って、うん、10キロは8キロぐらいかなとりあえず痩せて、うん、でも今まだ頑張ってますまあね倍とか言い出したらねそうあのちゃんの倍あったってだって今年ミス ID 受けてた女の子で29キロほどいたもんすごい、うんご飯食べさせてあげたい、手作りの、ね、太らせたい長渕はでも僕一回取材して大変だったんですよしたんですかあれすごいですよねなんかザ・テレビジョンでしたっけあのレモン持つやつ、はいはい、あれとか絶対俺は絶対レモン拒否、ね、そうレモン持たないとか、うん、やったんですか大変だったんですよ取材前から大変でかっこいい取材前から長渕さんの要求がすごくて、うん、あの取材がいつになるか分かりませんみたいなあのトレーニングをする場合は何時からしない場合は何時からとなりますみたいな感じのが来てかっこいい次々と来るのねあのあと犬を連れて行きたいと申しておりますみたいな感じであのものすごい巨大な犬飼ってるんだよねそうそうすごいでっかい犬ですよねライブとかに連れてってますよあれを連れて行きたいとのことなので犬の担当として奥さんが来ることになりましたとへかっこいいですねであと小型犬も連れてくることになって小型犬の担当で娘さんも来ることになって、ね、めっちゃ面白いうん、とかなんだっけあのお弟子さんの女優さんいるじゃないですか、うんうんうん、なんだっけ今名前どう忘れしてるか分かんない、うん、あの人もあの現場のプロデューサーとして来ることになりましたとかみんな連れてくるんですね長渕ファミリーが全員集合してそう富永愛だああそう富永愛さんがあのプロデューサーできますよね来るんですか富永愛さん富永愛があのスタバのコーヒーとか持って現れてマジでやばくないやばーと思うじゃないですかで次にマネージャーさんとかがあのトレーニングの機材一式持ってきてそこベンチプレスのベンチから山ほどバーベルとか持ってきてつまりあの撮影スタジオが完全にトレーニングジムに作り替えてストレやりながらそこであの1時間ぐらいでトレーニング始めてこう完全にパンプアップしてから写真撮影開始えかっこいいだってなんか LINE 登録してるんですよあ僕もしてるなんかだって意味不明のそう意味不明な動画意味不明な動画がすごい来るなんかこうやってギター弾きながら腹筋してたりそうそうそうなんかちょっとよくわかんないものがいっぱい来るから楽しいああなりたいしなちゃんの料理うまそう美味しいですよ、うん、
ユーコスより料理できるかも。ディズニースタッフがえらい驚いてた。意外なのかな、うん、1万人ぶち超えました。やったー、ありがとうございます、うん、最近女性ボーカルのバンドで売れてる人が少ない気がしますが、どう思いますか？どう思いますか、うん、まあ私が東京先生とか一番かっこいいから仕方ないです、うん、今まで会った中で怖いバンドマンやアイドルっていた？いなかったかな、うん、でも後藤真理子さんに挨拶するときは全員かぶってた帽子をこうやって取った取ってお願いしますみたいな、そそがないように、そそがない、めちゃくちゃもう神みたいな、うん、大森聖子さんもそうだったかな、あなんかもうもう何があってもみたいな、うん、神だからみたいな、うん、絶対になんか何もないようにみたいな、うん、問題のないように、うん、なんか写真撮るときとかも、うん、もうすごい緊張しました、うん、ちゃんとそういうとこはピュアですよね、うん、ピュアピュア本当にね。ベッキーのことは許せない。なんで不倫したから。サブカルこじらせ。一番好きな同世代のインディーズバンドはどこですか？いないです。うん、まあ敵ですからね。うん、メンタル系のツイート本当に何だろうね。でも本当なんか変な絡み方してくる人だなと思って、うん、ツイッター見に行くとプロフィールに大体病歴書いてたりして、それでもう、ああじゃあしょうがないってなりますね。本当にそれは、うん、本当にそうですね。みんな書いてますよね、うん、この率本当高いんですよね。高い高い。でなんか そこでなんか許してもらおうとするからな、うん、なんかめんどくせえみたいな。ひとりえの篠田さんのツイートで東京初期衝動してファンになります。ああ一人屋行きます、ライブ。うん、めっちゃ売れてきた。アメちゃんセンスあたりが安置してくるんじゃない？今後プロレスに絡む可能性ありますか？え、私がプロレスやるってことですか？うん、それはない。うん、体重も減らしちゃいましたからね。そう、体重今減らしちゃってるから。うん、結局ラーメンはどこが最強？公園だから場所によるんですよ。あの中野高円寺周辺のうまい店ガイドとしてはすごい 役立ってた。あ、本当ですか。そう、なるほど。もうちょっと更新していきます、うん、あのね、本当に、あ、魚は食べれないんでしたよね、うん、肉か、肉だとな、肉、ステーキ食べれます？食べないです、ね、あー、じゃあないです。美味しい中華料理屋とかよく紹介してくれるじゃないですか。うん、中華料理は、そう、あ、そっか、中華料理は食べらそうですよね。そうそうそう、確かに確かに、うん、結構役立ってましたよ。嬉しい、うん、高円寺なら山時っていうつけ麺屋さん、うん、ラーメン屋さんがすごい美味しくて、うん、中野なら彩花っていうラーメン屋さんが美味しくて、うん、東長崎ならもうこれは絶対金キッチンヌードルってところがもう超美味しいです、うん、基本前は2杯が当たり前で、もう今は、うん、もう1杯だけにして、もうチャー牛丼、あ、なんかチャーシュー乗ってるご飯とかあるじゃないですか、うん、もうああいうの絶対食べないし、うん、チャーシュー丼とかも絶対もう NG、ね、炭水化物で炭水化物 NG で、ハンライスみたいなものは絶対つけない、もう絶対つけない、もう怖い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 。でもラーメン自体も、うん、昔は週に4回3回行ってたんですけど、うん、今は2週間に1回とか3週間に1回、だからライブの次の日とか。ガクトみたいにラーメン麺抜きでってやればいいんですよ。やってますよ。やってんだ。でも怒られるところがあるから。ですよね。そう、うん、怒るところではやらない、うん、カレーとかも私ライス抜きでとか、うん、いけるところあるんですね。いけるところあるんですけど、うん、すごいお気に入りの、うん、あのカレー屋さんが、うん、小盛りにするだけでブチ切れてる。そうなんだ。そう、ライスバランスがあんだよ、こういうのは。そう、すごい怒るところだから、うん、だからちょっとね、難しいですよね、やっぱ、うん、店選びが。でも麺抜き結構大丈夫なんだ。あ、麺抜きね、結構ちょっとこの人大丈夫かなみたいな顔されるけど、うん、もう大丈夫のところ全然大丈夫ですね、そう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 。筋トレまでやってます。スナックポルシェで侍さんと会った？会いました、うん、すごい生き物だった。すごい生き物だった。なんか今度カラオケ行こうって約束したんですけど、うん、今いなくなっちゃったんですか？そうですね、しばらく会えないと思います。じゃあ次また出てきたらカラオケ行こう。あ、女子プロっぽいのか。なるほどね。ジャージ好きだしね、女子プロっぽくは見えるでしょうね。ね、超嫌だ、うん。ジャージ好きですごい食うしで。そう、うん、すごい食べるし。でも女子プロ見に行きました。うん、大内ライダーさんと。はいはいはい、はい。すっごい面白かった。うん、ライス&ライスやってたもんね。ライス&ライスやってましたね。太らないんじゃない、太らないようにしてるんですよ。マックス3杯とか食べたりしたんですか、ラーメンって。
それはない。全然行けます。ラーメンフェスとかでラーメン4杯とか余裕で食ってましたよ。信じられないですよね、うん、で今一杯でお腹いっぱいで倒れそうになっちゃうんですよ、うん、まあ今ちゃんとね、その時の量でねとか増えたり大きくなったり小さくなったりできますからね。そう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 、うん、痩せんの大変だから、うん、食べようと思わなくなっちゃう、うん、タピオカも炭水化物であって、ね、いやこれなんか液体だから大丈夫なんだよね。そうなの。そうなんか普通に液体これは。あのお粥だとご飯もねヘルシーみたいな感じですかね。そう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 、だからこれはマジ液体なんで、うん、これは大丈夫です。あのちゃんの2倍が評判。だからたまに2チャンネルとかも、うん、なんかいい書き込みとかあるんですよね、うん、こいつのディスり方面白いだみたいな、うん、すごいあるんですよね。なんか、うん、あのアニうんこを投げつけるアニマルバンドって書かれた時にすごいこれめっちゃいいなと思って、そっから自分で言う時もあるし。米は適度に食べなきゃ。声にビレバンド持ち上げた時すごく軽くなっていて驚いた。そう軽くなったんですよめっちゃ、うん、だってもうほとんど毎日ジムか水泳行ってますわ、うんうん、それでもあれじゃないですか、結果的に喧嘩も強くなるんじゃないですか。いやなんかいつでも喧嘩られた時にボコボコにできるようにと思って、うん、なんか本当にガールズバンドやってるとバンドマンに絡まれること超多いから、うん、舐められるんですか、うん、なんか絡みてえみたいな、うん、絡みてえってそういう絡みてえじゃなくて下心もあったり、下心じゃなくて、うん、なんかもうこいつにぶっ飛ばしこいつぶっ飛ばしてみたいな感じなんですかね。なんか喧嘩売られるから、生意気な女たちいるからちょっとガツンと言ってるみたいな。それなんですよ。結構男尊女卑的な文化も残ってたりするんですかね、うん、あ残ってますね、うん、残ってると思うな、なんかあの感じ、うん、だからでもうちのねドラムの名が強いんですよ。そうなんだ、うん、なんか、うん、バンドマンに喧嘩を笑った時に、うん、いやお前誰みたいな、うん、私売れてるバンドしか知らないんだけどまずなんか、うん、みんな知ってるみたいな感じで話しかけないでくんないみたいな、うん、超いい。自己紹介から言うっていう、ね、そう自己紹介すごい、なおちゃん気強いんですけど、うん、もう本当に最高な女。マレはねあのギターの子、うん、器用いんですよ、うん、でカホちゃんは、うん、なんか頭がいいから関わらないみたいな。なるほど。なんかちょっとうちはなんか身内言うぐらい、うん、なんかでしかもすげえバカにするみたいな、うん、あいつバカですからみたいな。で2人がちょっといつでもやったるぜみたいな、うつとなおがいつでもやったるぜまんじゅえみたいな。なおちゃんもドラムのなおちゃんも水戸出身なんですよ、うん、なんか昔水戸のご当地アイドルに誘われたって言ってた。おう多少問題があったとこじゃないですか。そこだと思うんですよ。そこに誘われたって言ってましたよ、うん、なおは本当にいいキャラしてますね、うん、え顔全員わかります？東京初期衝動なんとなく、あなんとなくわかるですね。なんとなくわかりますよ、見てはいる。全員フォローはしてます、うん、あ言ってたな、うん、なんかカホが言ってましたもん、うん、カホとマレちゃんが吉田剛をフォローしてれば大体のなんか今の話題がわかるみたいな、うん、偏ってますよだいぶ。今の話題が大体わかるって言ってました、うん、芸能ニュースは大体ねわかるかもしれないけどっていう。そうそう、あとなおちゃんが、うん、なんか吉田剛めっちゃ金持ってそうだよねって言ってました昨日。おうめっちゃ金持ってそうって言って、まあねそんな使わないからね。言ってました、うん、クリーム上田もたまに長渕のトレーニング付き合ってやってんだよ、ね、へえそうなんだ、うん、なんかスタッフの人とかはなんか毎回付き合ってる感じするけど、そう走ったりね、うん、もうね長渕剛はねほんとね裏話も全部最高なんですよ。いや最高だろうな、うん、あのレコード会社の元スタッフからの愚痴とかねいろいろ聞いてんでね全部最高。面白いんですね。面白い、いや面白いですよね、鉄板ですよ。うん、うん、ね報道もされた話で一番好きなあれですよ、あのさんまのまま見ました？見てない。さんまのままの長渕検索してみた方がいいですよ。見よう、超すごい緊張感。へー、あの現場をどっちが支配するかの戦いをずっと両者でやってて、さんまさんずっと喋ってますもんね。そうで、それをなんとか潰してギター弾きたい長渕とそれを止めたい赤嶋さんまのガチの戦いが繰り広げられて、あのちょっとバラエティでない緊張感があって、でその後報道されたのがあのあれをなんか編集どうなるのかがどうしても確かめたいということで編集スタジオに長渕が乗り込んできたっていう。私みたい。私も MV のバンドの MV、うん、今回なんか新しいやつ、ベイビードンクライっていう、うん、MV 出たんですけど、うん、なんかマレちゃんばっかりだから、うん、ずっと私のさ、うん、カットどこみたいな、
早くもう私を撮ってみたいな、うん、ずっと言ってましたよ編集に。ダメだし編集、うん、なんか8割私にしろとか9割私にしろとかずっと言ってましたね。ワンマンバンド問題とか言われてましたもんね。あ、ワンマンバンドって言われるけどそれでいいんです、うん、スナック椎名ちゃんやろうよ。やだやだ、酒飲めないですからね。うーん、うん、今後藤さんのブロック解除されたんだっけ。されましたすいません、初めて聞きました。東京初期衝動、一番かっこいい感がバキバキ出てます。ありがとうございます。かっこいいんですよ、うん、幸せな休日の過ごし方は、とりあえずジムに行って水泳に行く健康的じゃないですか私超健康的。だいぶ変わりましたね、うん、多分前は美味しいラーメン食べてるとかだったはずが、もうラーメン食べ歩きとかだったけど、うん、そうですね、うん、そう飲み歩くのも全然できないからそういうの好きじゃないし、うん、遊ぶ友達もいないから、うん、そうですね。遊ぶ友達いないんですか。いないです、うん、バンドメンバーとは、うん、バンドのこと以外でも会いたくない、うん、そうなんだでもマレちゃんのことは週3ぐらいでうち泊まりに来ないからずっと言ってます、うん、でも基本バンドメンバーとはバンド以外ではないですね、うん、てかもうバンドのことでめっちゃ合うんですよ。もう週1は絶対合うし、うん、ライブあればねもっとあるし、遠征とか行ったりしたらもっとあるし、うん、なんかバンドメンバーみんな最近私といる時ネタフリするんですよいろいろ辛いんですかね。なんかずっと私が話してるから頭おかしくなりそうらしく、うんらしうん、頭が愉快になりそうらしくて、うん、おかしいのはまだセーフですよ、うん、大丈夫ですよ。なんかもうずっとネタフリするんですよ、うん、だから遠征とかで大阪とか行くじゃないですか、うん、なんかタオルとか顔にかけて、うん、私のこといない想像してるんですよ、うん、ずっとタオルかけてみんなこうやって寝てて、だから私がずっと、うん、それでも喋るんだ。そう、運転してるあのスタッフさんにずっと話しかけてる、うん、あのバンド続きます心配なのが続きます、まあね、大丈夫。でもなかなかね、バンド長続きするのって難しくてね。けどうちらのバンドは仲はめっちゃいいと、うん、なんかでも責任感すごいじゃないですか、うん、あのメンバーどう食べさせていくかみたいなことをすごい考えたりとか。いや考えますね。なんかもうなおが早く仕事辞めたいからみたいな、うん、ちょっと早くどうにかしろみたいな、うん、だからあ、わかりました、いい曲作ります、頑張りますみたいな、うん、ちゃんと売れないとっていう責任感みたいなものはちゃんとある人ね。めっちゃありますよ。だってマレちゃんとかもうこのバンドがあれば、うん、もうあとどうななんか何があってもいいとか言ってくれるんですよ、うん、めっちゃ嬉しくないですか、うん、かは何も言ってくれないんですけど、うん、そうそう、だから頑張んなきゃなって、うん、体重増やそうと思ったら何キロぐらいまで太れます。いや20キロとかと余裕だと思います、うん、リンガーハットは面なし目にあるのにね。あ、あるんだ。なんか、うん、中本とかあるイメージだけど、うん、インディーズで今のスタイル貫くかコンプラ緩い事務所で頑張ってほしい。インディーズがいいんじゃないですかね、うん、メジャー行きたいとこは別にないんですか。ないですね、うん、ないかな。サムライさん CD 配ってくれてたなタピオカは、タピオカはカロリーゼロ。ラーメンも液体。なんか液体だったら太んない気すんだよね。なんかあとなんかスナック菓子とかは太んないの。うん、太るよえ、大丈夫な気がする。なんか白いものが太るって思いました。色、色の問題え、色色の問題。米とか、うん、芋とかね、芋とか麺とかはなんか太る感じするんです、うん、なんか食べ応えがあって美味しいものは太るなるほど、うん、色味がね、違ったら色味が違ったら平気。液体は本当に太んないからおすすめですよ。そんなことないからねあのね、間違ったダイエットがいろいろ横行してて、僕の大好きなのが杉作 J 太郎さんがね、うん、一時期あの知り合いに言われたらしいんで、あの小麦粉がやばいっていうのをすごい言われて、小麦粉はやばい、まあ、それ実際そうなんだけど、うん、小麦粉やばいから小麦粉以外は全部大丈夫だって言われて、うん、ポテトチップも太らないって言われて、太んなそう、死ぬほどポテトチップ食べてすごい太った時期があって、ね、太るんだ。なんか私太りますよ。そりゃ一時期唐揚げダイエットしようと思ってましたけどね。無理ですよ。なんか太る、やっぱ揚げ物太るんだな。胸は大きくなるかもしれないですけどね。ね、確かに確かに、うん、私が胸でかくなってもなんか需要なさそう音楽関係以外で絡んでみたい人っていますか。やっぱ漫画家さんかな。なんかそういうの本当好きですよね。うん、漫画家と結婚したい。うん、小田原ドラゴン以外な、家にいてくれるからああ、そっかそっか。
猫の面倒見て。だから才能がやっぱあるじゃないですか、うん、漫画家さんって、うん、なんか才能がある男好き。芸人とかもそうだし、うん、芸人とか面白かったりする人で、芸人よりは浮気の心配もね少なそうだし、ね、うん、なんか芸人はグラドルとすごい絡まなきゃいけないイメージがあるけど、うん、漫画家はなんか嫌にこもってるイメージだから、そうそうそう、なんかいいな、うん、うん、なんか狙ってる漫画家とかいないんすか？ね、いない。まだなんかね、最近本当にいい人もいない、うん、最近男よりバンドになっちゃいましたね、うん、いいことですよ。いいことですよね。喧嘩への備えを怠らないの好き武闘花だけで基本は真面目、うん、伝ってますよ、いろいろ。よかった大森さんもバンドマンは最悪ってよく言ってた。うん、最悪だろうね絶対バンドマンと付き合いたくないでもね、これ言い切れる。絶対私バンドマンと今後絶対付き合わない、うん、な、何があっても。前はあったんですか？いや、前はもうバンドマン大好きみたいな早く付き合いたいな、ルルルみたいな、物販でちょっと LINE でも聞いてこようみたいな感じだったけど、うん、自分がバンドマンになってから、うん、クソにしか思わないみたいな。なんか絶対バンドマンと付き合う。ミネタさんもバンドマンですよ、うん。いや、ミネタはもうバンドマンってよりも神だから別他でバンドマンって客にも喧嘩売ってくるやついるよね。うん、マレちゃん、たまに言葉が強いとルナルナの人だって今気づいた人。あ、ルナルナの人ですよ JK とかも聞いてたんだ。タワレコ新宿でいい感じに宣伝されてて聞いたらよかった。でもなんか最近、うん、これ昨日バンドメンバーと話したんですけど、うん、このなんかアルバムめっちゃ聞いてて暑苦しくなかったですか、うん、そんなこともないですよ。本当ですか？暑苦しい。なんか聞いてるだけでなんかすげえ暑苦しいなって話になって、うん、もうちょっと抜きがあった方がよかった。なんかこれからもっと軽い音楽やろうみたいな、うん、ポップなそう。だからこれはもう東京初期衝動を第一章終了。これで軽くなるの？軽く。次ヒゲダンでいきますおしゃれヒゲダン。そう、ヒゲダンっぽくいきます。売れそうなやつを。そう、もう終わり。暑、うん、苦しかったマジで。そうなんだ。うん、俺も椎名ちゃん知ったのゴーさんのおかげ。ゴーさん金持ってるけどオークションで使うから。確かに、うん、なんか靴とかもなんかヤバかった。めっちゃあった。でも高いものはないですよ別に王さんはアニメーターにならなかったから金がある。そうですね。うーん、儲かんないんですもんね。うん、長渕さんと玉木さんは別格。うん、玉木さんとかあれですよね、うん、もう関係者が選ぶ、うん、あの歌うま 第1位ですもんね。まあ、あの玉木浩二が選ぶでも1位だったけど、ね、うん、自分自身選んじゃった取材した時に、うん、いやね、いいカップルだし、うん、ああなりたいな。そう、俺が歌のうまい日本代表を選ぶんだったら、うん、誰が入ってで和田アキ子は入らないってえ、誰入ってたんですか？誰入ってたかな。でも面白かったよ。へえ、俺が認めるのは、ね、そうだ、それアスカトとかなんかそういう何人かいて。うまいんだ。そうそうそう、和田アキ子は落ちるっていう。長渕はどんな番組も編集チェックするらしいよ。そうなんだ。え、かっこいい、マジで。そういうところすごいな、うん。あれはマレちゃんの歌なんだから、マレちゃんの主人公。え、やだそんなのこれからどんな活動したいですか？バンドですよなんか言われるんですよ、うん、なんか他にやりたいことあってとかで、多分みんな見えたとかって俳優やったじゃないですか、うん、だからその女優やりたいとかこいつ言い出してくるじゃないかみたいな。でもちょっと書いてたことあるじゃないですかあれはネタ？いや、ネタです、うん、でもなんかバンドメンバーがそのインタビューの時に、うん、いや、この間この人なんか女優やりたいってずっと言ってましたよみたいな言われて、恥ずかしいからやめてみたいな。やりたくはある？え、全然絶対向いてない。え、向いてないと思う。みんなが上手いですよね。上手い。なんかよくセリフよく覚えられるのみたいな。絶対もう1行ぐらいしか覚えられんわ、うん、僕もね、やったことあるんですけど本当に向いてなくて、うん、なんかダメでした。だってね、うん、映画出てましたもん。全然ダメですよ、うん、映画出てましたもん。見たのはあれドキュメンタリーじゃないですかノンフィクション。僕何もやってないやつです。ノー演技のやつですよ。宣伝で予告で出てきたから森達也監督の新作ね。こいつは強そうだなと思うタレントは？ユッキーナ。まあですね、うん、ユッキーナと、うん、ニコルンとか。あ、普通ニコル、うん、なんかすごい気強そう、いい意味で、うん、なんかね、うん、
可愛めちゃくちゃ可愛くなったじゃないですか、うん、初期の頃から。いや、もともと可愛いんですけど、なんかすごい多分芯がある子なんだなと思う。藤本美貴も相当強かったみたいですね。あー、ミキティは強いですよね、うん、ごめん、きっとミキティは絶対強いって感じですね。そうそう、本物ですよね。あー、本物って感じ、うん、あの頃のモームさんめっちゃ強かったですよね、うん、腕っぷしも強い人が揃ってた。阿部夏実とかもあの辺とかもなっちも強い、絶対強い絶対強い、絶対強い。ミキティは幻想あるんですよ、うん。まだ足立区在住なんですか？中野です。違いますよね。そうそうそう、医療従事者とは思えないね、よく言われるけどうちの病院、すごい、うん、先生がパンク好きで、うん、なんかそうロックとかパンク、土地柄なんですかね、うん、なんか診察室に、うん、あのマイケル・ジャクソンのレコードが飾ってあるレベルなんです、うん、だから私のこういうショールームとか、うん、ラジオとか、うん、あのこのアルバムとかも全部チェックしてるし、活動も応援してくれるから、アルバム10枚買ってくれたし、ご飯連れてってくれるし、うん、なんか、うん、本当に、うん、超いい先生ですよ、髪の毛とかも、先生何色にしたいと思うみたいな、オレンジでいいんじゃないみたいな、そういう感じだから自由な、うん、なんかギャルが好きらしくてそうなんだ、うん、かわいい子し、かわいい子ばっかりなんですよ、働いてるのが。へえ、先生の趣味、うん、黒は光を吸収するからカロリーゼロ、うん、ゼロだよ米は食べないと逆に太るよ、そうなの？絶対それはないと思う、うん。じゃがりこ系は血糖値上がるから気をつけて。あー、気をつけます、うんうん。ジュースは太る、牛乳も太る。一押しの漫画はね、これにも書いたけど、最終兵器彼女、うんうん、めっちゃ好き。意外、なんか意外って言われますね、うん、めっちゃ好き、うん、おやすみぷんぷんとかあの辺めっちゃ好き。イニオ、イニオ、イニオめっちゃ好きだったな、うん。人間的に面白いし、人間的に面白そうですよね、うん、人間めっちゃ好きで、うん、一時期ずっとリプライ飛ばしてました高校生の頃おすっごい懐かしい、人間先生ね、高校のゲストにも呼びたいぐらいなんですよ、ね、うん、見たい。何度かイベントもやってて、うん、かっこいいですよね、今後あのイケメンですよね、イケメンですよね。ああいうシュッとしたイケメンって漫画の世界にいなくて、うんうんうん、本当に 今時のバンドの人の顔が、そうバンドマンって感じですよね、うん、アジカンみたいな。だから、うん、あの人がアジカンのボーカルだよとか言われても絶対分かんないと思う、うん、うん、みたいな、アジカンだみたいな。だから本人としては自分のビジュアル嫌いなんですよね、あ、そうだからか、だからなんかいつもあれなのかな、うん、なんか暗い話ばっかりなのかな人間不信な感じだね、本人の中では女装が似合わないから嫌な顔らしいんですよ。ああ、そんなのある、うん、臼田恭介さんを狙おう。誰だろう、臼田先生もイケメンですよ。進撃の巨人の伊佐山先生おすすめ。ミネタとも付き合わない？付き合わない、だって緊張しちゃうから、うん、毎日が緊張感に溢れちゃうから、うん、なんか多分なんかもう歩けなくなっちゃうまっすぐ歩けなくなっちゃうTwitter だけの架空の存在だと思ってた。なんかめっちゃ言われるんですよね、それ。なんか椎名ちゃんって存在するんだみたいな、なんか東京初期衝動存在するんだとかめっちゃ言われる、うん、カノンコードでヒゲダンは無理でしょう。無理かな、でもなんかこれからいっぱいコードとか覚えていっぱいいろんな曲作りたいと思います。アトロク出てね、ライブコーナーとかね。なんか作ってほしい曲あります？何それ。なんか、うん、なんか私いつも人の意見聞いて曲作るんですよ。どういう曲欲しいとか。スナックオクトポリシェをテーマにして。絶対やだ、ろくな曲できないわサムライサムライ出てきた出てきたみたいなまだ出てきてないよなんかもっと、うん、なんかこういう曲やったらみたいないですか、うん、あのブスがね、あの教授されないからもう高円寺星集合みたいな曲は作らないのなんかね、もうああいう曲はいいかなみたいな。今ハマってんのが、うん、なんかベイビードンクライとか、うん、ロックンロールとか、まあだからちゃんとした方向に行こうとしてるわけですよね。そのたまにこういう、うん、ふざけたこういうふざけた曲もいいけど、うん、なんかそればっかりが言われちゃうんですよ、やっぱ、うん、どうしてもね。そう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 、だからツイートしやすいのはそういうところだから。そう、こういう歌やってる人たちだよっていうね。そう、多分それがね出しやすいからだと思うんですよ、うん、黒ギャルとか。だけど私はこういう真面目な曲をやって真面目に生きた
真面目な音楽をやりたいんですよね、うん、そこを照れる時期を超えて、もう照れない時期だから、うん、だってもうあんなにさ、うん、あれ出されてるから、うん、なんかちょっと自信持っちゃったあんなにタバレコが押してくれたりしてるから、そうタバレコが押してくれてるから、うん、なんか自信持っちゃって自分に、うん、なんかちょっといけんじゃねえかと思って最近いろんな曲作ってます、なんか自分らしくない曲をいっぱい作ってる、うん、女優業ナースのお仕事ならいける、確かに、うん、本物だから後藤真理子は主役もやってる、まあ ねすごいですよね、あのご飯の食べるだけでもね、そこでねいろいろダメージ受けちゃったわけですかね、あそうなの、だってめちゃくちゃ可愛い、そうそう、あれ私もう一回、うん、あの YouTube で見直しましたからね、うん、ストリート出身、喧嘩はやっぱり捨て頃なんですか、何捨て頃って、あの武器を持たないっていう、そりゃそうでしょ、武器持ったらダメでしょ、うん、あと5分ぐらいなので告知などあればもうたっぷり語ってください、ライブのことでも何でも、スイートセブンティーンモンスターズというアルバムが出てます、いつ発売でしたか、11月6日発売でした、まだ出たばっかです、まだ出たばっかです、そう、このステッカーは渋谷店で配ってたやつです、もうないです、はい、もう枯れてしまいましたが、うん、アルバム、12曲入ってて、うん、1曲登録、なんていうのあれシークレットトラック、そうもう入ってるのでボーナストラック入ってね、うん、ぜひ聴いてください、あと、うん、12月に透明版ツアーがあります、うん、と名古屋のチケットが全く売れてないので、うん、名古屋ぜひ来てください、うん、と下北沢シェルターでもツアーがあるんですけど、うん、平日なので、うん、そうみんなが来てくれることを祈っています、うん、特にこの曲は1曲目と5曲目と9曲目と12曲目か、私的にすごい好きなのでぜひ聴いてください、推し曲です、うん、7曲目は聴かなくていいです、うん、7曲目は何ですか、なんかいい曲じゃないですか、いやでも本当嫌い、 なんで本当にもう本当嫌いなんでそんな嫌っちゃうんですか、なんか本当に聴きたくなくて毎回トークショーとか流れるたびに、うん、すいませんそれ飛ばしてくださいって言ってるぐらい恥ずかしいんですか、うんそれぐらい嫌いな曲なので、うん、これ7曲目だけ飛ばして他全部聴いてください、うん、ぜひ角丸先生も絶賛中です、小田原ドラゴン先生もねそこは言わないんだだって350円の弁当だからみんな一人の篠田さんも絶賛中です、うん、ところがね、俺はさっき暑苦しいとか言っちゃったからネガティブなことを、でも暑苦しいです、だから冬に聴くにはちょうどぴったりです、うん、そう、暖かくなる、暖かくなる、そう、暑苦しいこのコメント、このコメント、どういうのですみたいな、でもなんかね、本当に売れそうな空気とかはなぜか出てるんですよね、なんでだろう、シシャモみたいだから、えシシャモみたいだから、シシャモみたいなんですか、え、なんかうちらシシャモっぽくないですか、なんか、うん、えわかんない、シシャモみたいな、なんか売れ線バンドみたいな感じだと思ってそういう匂いはしてないけどでも なんかね、どんな音楽やってんだろうと思ったら意外と、あ、可能性見えるっていう人たちだったんで、いや待って、ひどいの想像してました、うんうんもっとコメントに困る感じのやつかと思ってたら、あーちょっとやばいみたいな、あ、ちゃんとしてるっていう、うん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 、うん、ね、ちゃんとした曲作ってます、うんうん、名古屋もある層に届けば入ると思いますよ、うん、僕とかオキトポレストとかが毎年イベントやってんですよ、うんうん、豊橋とかで一番客入りますからね、いや、ハックフィンでクリトリックリストだった時、うん、もう満杯だったんですよ、オキトポルシェもスナック営業名古屋やったら入りすぎて、うん、やばいよ名古屋って言ってて、今回はどうしたことかみたいななんだろう、サブカル的ななんか需要が意外とあるらしくて、あ、すごいですよね、あそこ、うん、そう、なんかサブカルと名古屋は関係が深いんですよね、うん、手羽先と名古屋が関係深いようになんか深いんですよね、そうなのかな、そう、なのでぜひ来てください、ツアー、透明版ツアー、言っとかなきゃいけないのはそんなもんですか、あ、11月24日に、うん、なんか無料で川崎の、うん、なんて言うんですか、あそこ潰れるところ、潰れるところはどこ、キャラえ、なんか誰か言ってくんないかな、川崎の潰れるところ、え、なんか私川崎とかあれなんですよ、ライブハウスなんか英語だと読めないからなんかよくわかんないんですけど、なんかビバラキャラビバラロックのキックオフで、うん、川崎のライの番出ます、フェスに、うん、ビバラロックのキックオフ、そう、へえ、
その枠にも入れたってこと？入れました。ビバラロックの。うん、だからぜひ来てください。無料なんで、もう無料でも、もうバンバン飛びに来てください。うん、楽しみたい。うん、最後。浦和じゃない？あ、浦和か、あれ。浦和だ。え、でも浦和と川崎って一緒じゃない？全然違いますよ。あ、違うんだ。県が違う、県が違う。ごめんなさい、浦和でした。浦和でした。なんか私、この間もそれやっちゃったの。名古屋と大阪間違えた。神奈川と埼玉とね。意外と県の知識ないですよね。あ、何？47都道府県知らん。来てください。はい、地理に弱いのはよくわかった。うん。でね、そこは伝わったと思いますよ。浦和、キャラ、うん、潰れちゃう。潰れちゃう前に来てください。最後に爆弾発言一つぐらい。ないですよもう。ね、今日はね平和に終わらせたかったわけですからね。うん、めっちゃ平和だったわ今日。平和に終わったんじゃないですか。うん、多分キャラクターも伝わったと思いますよ。うんうんうん、あのツイッターでは厄介に見えるかもしれないけど。すごいいい子で、うん、なんか素敵な子って分かったのかな。すごいいい子とまで言わないけど、ちゃんとしてる部分もある人っていうね。そうですね。っていうことでね、お時間ですかね。次回は11月19日火曜日20時からでゲストは未定です。あのね、今回もね私を出せと言ったことから始まったわけです、ね、そうですね、うん、だからみんなも、うん、一般人でも出たいって言えばいいと思う。一般人は無理です。だから何らかの活動してないと呼べない。地下アイドルとかバンドマンとか、あの面白そうなら、うん、なんか成立するんだったら呼びますよ、うん、あのね、我やと思う方もね、我やと思う方は何人かはオファーしてるんですけど、あのまだハマってないので今がチャンスですという。今がチャンスです、ね、椎名ちゃんに続け椎名に続け、はい、そんな感じ。